皆さんこんばんは。こんばんでございます。祭りごと政治を身近にするユーストリーム番組ということで、政治について、なかなか普段話す機会がないとか、あと話すのがちょっとなんか話しにくいとか話したらダメなような気がするという空気をですね、変えようという、すみません、ちょっとお酒が入ってるのであの形で去年の12月ですね、衆院選の時から始めた、この祭りごとという番組ですね。今回18回目の配信になります。今日は年末ということで、2013年1年間の、いろんな政治的な出来事とか、そういったことをですね、振り返る回にしようということでですね、非常にたくさんのゲストの方に集まっていただきましたので、今日はこのメンバーでですね、約2時間ぐらいですね、話していきたいなと思っておりますので、これから、ぜひ、長い間よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで早速、自己紹介から、入りたいなと思っておりますので、こっちからいきましょうかね。はい、はい、こっちの方から、簡単に1分弱くらい、もうちょっと短く自己紹介、はい、していただきましょう10分、あれなんかずれた？カメラ。カメラずれてますね。なのでこれで大丈夫です。大丈夫？はい、大丈夫ですね。はいはいはい。じゃあ、はい、それで、いきたいと思います。じゃあ、ラジオさんからお願いします。はい。はい。あ、そっちで来る。はい。そっち来るね。あ、はい。そっちで。はい。NPO 法人メディア時代表の大谷隆子です。よろしくお願いします。今日なんか、一応、リベラルと保守に分かれてるんですけど、真ん中の保守です。よろしくお願いします。最有力です。最有力。最有力。本当かっていう。はい。よろしくお願いします。はい、どうも、一応ここではメディアージの事務局長の。一応ここの右翼の席に座っておりますが、自分が特に右翼とも左翼とも思っておりませんので、ぜひ。はい、アンケートで、あ、そうか、今日は全員の言うことに徹底的にオブジェクターに徹しようという怖い、よろしくお願いします。怖いです、はい、よろしくお願いします。東京から来ていただきました。こんばんは、小谷と申します。証券会社で働いてます。僕も何も言われずここに座らせられたんですが、いいらしいです。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、ヒッピーと言ってヒッピー東北大学の大学院の菊池と申します。あの、はい、ヒッピーっぽいどっちだお前って感じですね、はい、じゃあ無政府主義者って言うとこ、はい、アーティストでいきます。よろしくお願いします。全然言うんじゃない私もじゃあそうですかね、根本総一郎と言います、はい、NPO 人メディア人の理事ということでですね、あとは最近はイグズル仙台編集室というもので、はい、仙台のなんか働き方みたいなので、ね、こう面白おかしく紹介していこうみたいなこともやっております。でさっきまでつい30分前までその忘年会をしてたので酩酊してますっていうことですね、はい、まあでも大丈夫です、もう大丈夫ですよ、はい、大丈夫なんだ全然大丈夫ですよ。まあ、菊池と立場が近いというか、もうなんか政府なくてもよくねとかって思ってるタイプの人間ですね。まあでも基本的にはまあ、右翼に一致するらしいと。別に勝手に本気で右翼ですって言ってるんですか。まあまあまあということで、はい、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、祭りごとの司会をしております、NPO 法人メディア人の漆田と申します。まあ、私もなんか保守的ってつもりはないんですけども、その大学で歴史をやってきたので結構その歴史的な経緯とかでこう物事を考えてしまいがちなんで、そうするとなんか若干なんか無難な方に流されがちなのかななんて思ってるんですけど、はい、ぜひぜひで話ができるようです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、NPO 法人 .jp という、まあ、政治をまさに身近にするところですね。団体で、東北支部代表やっております湯佐と申します。はい、はい、で自分のなんか立場的に最近よく分かんなくなってきてるんでなんか見つけられたらなと思っております。はい、なくていい、見つけられる目を見つけられたら、ね、ここで自分探ししなくてで、まあ、まあちょっと飲んでいるんで、まあ、頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、そう、こっちで、こっちで、はい、じゃあ、よろしくお願いします。どうも、初めまして。ありがとうございます。
秋の山の中に住んでまして、はい、あのストロゼールハウスっていう藁の家、藁の土壁の建物で、はい、それこそイベントハウス、喫茶店とあと展示美術とかできるようなところで、はい、みんなで畑やったり石臼を引いたりですね、そういう暮らしをしながら、まあ、いろんなことやってます。まあ、最近あのやっぱり原発事故の後、私もちょっと目覚めましてですね、あのデモなんかしょっちゅう結構出てます。なるほど。はい、で私あの一人だけちょっとかなり、はい、年配でございまして、一応あの私あの中国で生まれたんですよ。で、まあ、そうだね。でまあ、やっぱりあの戦後のね、その土佐草でいろんな親たちは思いを伝えしてまして、本当にあのたまたま助かって私は生き延びた人間でございますが、笠井と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。たまたまタグ付けしても大丈夫ですか？はい、はい、問題ないです。問題ないです。はい、それではよろしくお願いします。はい、お願いします。任意団体のハチドリという団体の代表をしてます、工藤瑞穂と言います。音楽とかアートとかダンスのある場所で社会的な課題について学び対話しようという場づくりをしてまして、ハチドリっていうイベントとかフラフェスとか主催させていただいてて、そこにいらっしゃる中子さんとかあの漆田さんとかにも協力していただいて、選挙キャンプ仙台という政治が分かんない人もみんなざっくばらに気軽に作りたい社会について話し合おうというイベントをやってます。右とか左とかもいまいちよく分かってなくて、いろいろ分からないんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、蔵王でハーブを育ててハーブ農家やってる平間と申します。最近は副業でサッカー漫画コンシェルジュもやってます。どうすごいっすよね。そう、全てのサッカー漫画こんな感じで言ってるので。最近漆田くんとこう Facebook のタイムラインでこう政治のことをちょっと話しただけで、はい、ヒラードって真面目なんだねって言われてちょっと待って。結構真面目なヒラマです。よろしくお願いします。なんか最最後に座ってるんで気にしないでください。東北大学の大学院で政治思想を専攻しております伊藤と申します。はい、まあ、副業で家庭教師などやっておりますが、はい、まあ、なんだろう、政治的な一応スペクトルでいうと社会民主主義ということになるんでしょうか。うん、まあ、あのとはいえあのリアリストでなければならないと思っていますので、うん、そこはいろいろと通じ合えるところがあるかと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、ちょっとまあいろんな言葉が飛び交う回なんですけど、あの分かんないときは分かんないって言っていただいて、はい、であの見てる方もちょっと分かりにくいよとかそういうのはどんどん言っていただいてですね、ぜひあのいろいろ情報共有とか、あと新しいことに気づくとか、まあ、答えが出るような話は多分何一つないと思うので、まあ、話すきっかけ、考えるきっかけになればいいのかなと思っていますので、ぜひ今日は、そういう場として、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、今日のまあ、テーマなんですけれども、2013年の振り返り、まあ、今年1年の振り返りということでですね、まあ、ざっくりそんな話をしていきたいなと思っています。で、ちょっとルールなんですけれども、まあ、ルールというほどでもないんですが、あのついついこの祭りごとという番組はですね、テーマを設けると、はい、どんどんそのテーマについてですね、話がですね、深くなってですね、どんどんこう見てる人も置いてけぼりだし、いつまでその話すんねんみたいなことになりがちなので、だいたいですね、1テーマ10分ぐらいで区切ろうかなと今回思っています。はい、どうしても10分じゃこれは話足りないぞという時はですね、随時異議申し立てをしていただければ、まあ、倍ぐらいまでの時間はちょっと引っ張ってもいいかなという感覚で、やりたいなと思っています。はい、ということで早速ちょっと最初ですね、シンキングタイムじゃないんですけど、特に今日あのゲストで来ていただいている皆さん、はい、ホワイトボードマークありますか？あのもし今年の2013年のテーマということで話してみたいことがあればですね、ぜひちょっと書いていただいて、あ、じゃあちょっとシェアしていただいていいですか？はい、あれば、はい、でその間皆さん書いていただいている間、あのレギュラーメンバーの私と遊佐と根本くんあたりとあと中野さんあたりとかですね、ちょっとあのグダグダと、少しつなぎをしてますので、ちょっとぜひこの辺についてっていうのがあれば何でも構いませんので書いてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、あと見ている方もこれについてはぜひ話してほしいというのがあれば、書いていただければと思います。
というわけですけれども、はいはい、1月の出来事とか覚えてますか？全然覚えてない。政権交代って年末で、あ、今日は、はい、安倍政権が発足して1年です。あ、そうなんだ。はい、あ、そっかそっか、それで靖国に参拝したわけですね。はい、そう、そこに鴨新報を持ってきてるんですけど、はいはいはい、一応ですね、安倍政権発足から1年という、私なんか発足って言っちゃうんですよ。発足から1年ということで、じゃあ、はい、今年に入る頃には安倍政権になってたと、はい、そうですね、もう、始まってましたね。うん、じゃあ、結構そうなると、はい、自民党のこれまでの政策についてみたいな、はい、うん、そういうことにももちろんなると思います。でもそれ以外にも選挙の問題とかいろいろありますし、ね、同じ政治の話といっても、例えば特定秘密保護法案みたいに法案成立の話もあれば、うん、まあ、TPP みたいにこう政府としてどういうふうに進めていったかっていうような話もあるし、うん、まあ、いろんな側面があると思うんですよ、ね。なるほど、なるほど、はい。あと参議院選挙ももちろんありましたし、参院選ですかね、はい、今年でいうと、はい、一番大きいのは参院選。あそこ以降かなり、はい、しばらく政治というか、はい、選挙がなくなってしまう。そうなんですよね。もう次解散しない限りは、あと2年ちょい選挙がないよと。そうそう、2年半というか、またその参議院選の改選までないわけですよね。うん、もしくは衆院選、まあ、多分それはさ、衆参同時になるだろうとは言われています。またあると一つその参院選の結果っていうのは今年の話でね、はい、そうですね、一番大きな話になってくるのかなっていうのがありますよね。はい、あると思います。うん、私ね、まあ、今日じゃなくてまた別の祭り元でちょっと一回真面目に政局の話をしたいなと思ってるんですよ。一回政局の話を祭り元でこれと番組でしたことがあって、結構なんかコメントで批判されたんですよ。政局の話は別に本質と関係ないから、うんうん、どこの党がどうなったとか、うん、票がどうだとかは関係ないって言われたんですけど、うん、でも例えば今回 その特定秘密保護法っていうのも、うん、与党衆議院と参議院を圧倒的に自民党に勝たせてしまったからこそこんなにスルッと通ってしまった。それとまさしく政局、我々が作った政局がもたらした結果だと思うんですよ。そういう意味で言うと、例えばやっぱりその、はい、各政党がどれぐらいあってどういう動きをしたのとか、うんうん、そういうことを考えるとかで、我々がそれを踏まえて投票を選ぶ、うん、自民党だとか何々党、民主党だとかっていうのの支持不支持以外に、うん、どの政党がどれぐらい勢力をみたいなことまで、まあ、考えるっていうことも、うん、もしかしたら結構重要なことなのかなって。まあ、はい、その話でいくと、例えば結の党なんていうのができましたね。はい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 、まあ、そうですね、結、はい、の党が、はい、できましたけど、ぜひみたいな、なんかあまりテレビで取り上げられてないって話だったんですけど、まあ都知事が辞めましたね。あ、そうですよね、猪瀬さんがね、タイミング的に猪瀬知事が辞めたことによって結の党完全に空気みたいなところは、はい、まあ、ございましたけど、今日はですね、すいません、まだ始まったばっかりなので、テーマについては今ですね、皆さんに考えてもらってる最中ですね。今はテーマを考え中ということですね。はい、兵藤さん、すみません。私自分が映るたびに寝癖が気になってる。すごいからね。それはちゃんと言ってます。はい、すみません。の時から気になってました。言ってよ、それ。ちゃんとコメント来ても読んでください。はい。靖国参拝、都知事辞任、特集会事件、福島地方自治体首長現職落選続く。などなど。そうですね、内脇氏なんて。あ、福島出身ですね。まあ、岩木市長も起こりましたよね。そうだね。あ、てかまあ、岩木市長はでもね、最近一期の人が多分5回連続で続いてますよ。あそこはそういう意味でなんか、どうなのって入れ替わりが激しい選挙区、ね、まあ、福島の確かに現市長が、はい、まあ、結構立て付けに落ちたって話ありますね。皆さんちょっとまだあれですね。あ、いいですよ。もうちょっとつなぎます、ね、福島、はい、福島は一部に宮城を受かりますよね。宮城はそうですね、今年は完全に無風選挙でしたね。奥山市長もあったし、宮城県知事選もあったと。またそう、南三陸だったりとかも現職ですし、うんうん、全員現職行ったね。ね、水尾さん、選挙キャンプをその知事選の時も市長選の時もやったんですけど、あの時どうでした？実際のところ、もうその圧倒的に強い現職の人と共産党の候補の方としか立たなかったじゃないですか、はいはい、こっちの選挙も。具体的にどういう話をしたのか。具体的にあんまり選挙の話にはならなかったんですけど、あの、はい、共産党の候補の講演会、はい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 、講演会の来てましたね。この方が来てて、はい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 、でも結構その方の話にみんなうなずいていましたね。原発の話とかした、はいはいはい、
割とこう、あの原発に関しては割とこう批判的な人が多いね。うん、まあそうですよね。そうですよね。正直そう思うんですよね。原発の話も多分誰か書くのかなって、書かないのかな。2013年とかっていう次元じゃないから難しいですけど、なんか私はすごく微妙な視点で見てて、 Facebook とかでもよく書きますけど、ね、あのやっぱり感覚的なものとか感情的なものとか自分の生活に密着したものと、なんか政策としてこう上の人がやらなきゃいけないことで結果がもう違うのが最初からもうなんか見えてるというか、すごく難しい。でも自分の意思がある人をちゃんと選ぶってことを多分、うん、あの有権者がしないと連れてくってことですね。そうですね。はいはい。徐々になんか格論になってきてます。あ、そうですね。ということで、はい、じゃあ書きましたか。じゃあ書いていただいた方から。書いたんだけど、なんかすごい、はい、ぼんやりしたこと書いて。ぼんやりした。ぼんやりしたことは大事ですね。これ結構ですね、盛り上がると思うので、うん、これちょっと置いといて。じゃあ中野さんからですか。なんか私、はい、今年はい、一番目覚ましかったのは、はい、共産党が、共産党がめちゃくちゃ強かったっていうのが、まあ、地方選挙にしてもその参議院選挙にしてもすごかったなって、うん、こんなにも共産党をみんなが支持するんだっていうのが、うん、はいはい、びっくりした、まあ、躍進してましたね、うん、割と、うん、っていうのが今年は割と、うん、あ、今赤旗持ってきた。ちょっと赤旗ってテレビ欄あるんですね。あります、あります。私も今、ね、びっくりした。そうやって振り返ったら、え、テレビ欄なんだ。共産党の機関紙。機関紙ですね、はい。取り上げられてるその、ニュー、あ、でもトンネルズとか普通に取り上げられてる。まあ、それはいいじゃん。トンネルズ。いや、それ取り上げられてなかったらテレビ欄じゃない。そうなんですけど。でも、だから赤旗としてはさ、だからもうテレビなんてクソだみたいな感じなのかなと思ったら。なんでそれ。あ、私もそういう。だと思ったら意外と、ね、先入観で見られてる、うん、意外とこう楽天とか、共産党のここ10年とかだいぶ丸くなりましたよね。いや、これかなり丸くなりましたよ ね、 ね、この辺ちゃんびっくりしたのが、はい、辻立ちしてる人たちが共産党の人だと思ってて、はいはいはい、そこに民主主義の国になんか秘密の方はいらないって書いてあって、はい、民主主義なのかと思って、おおっそこはぶれちゃあかんやろみたいな。共産主義諦めたんですか。まあ、でも、うん、共産、本当だ、クロスワードパズルとか。クロスワードあります。日曜版なんかもっと柔らかいです。へぇー。違う違う。まあでも今は本題はそれじゃないです。あ、まあ、でも日本共産党は別に共産主義はもう確か、ね、目指してないですよね、確か。確かそういう話じゃないですか。そうです。すごい遠い将来のことだと。今は、民主的連合政府を目指すというのが基本的な、これもなんかいきなり難しい話をしていると思うんですけど、つまりそのいわゆるその資本主義とかいろいろ資本主義に反対するものが共産主義なんですか、同列ですか、自由主義単純な話ではない、共産主義の次元では単純な話ではない、共産主義 に対して今は何主義って言えばいいですかね、あのまあ、いわゆるあのラディカル・デモクラットって専門用語で言うんですけど、割と民主主義をこうやっぱり徹底させようみたいな、あのそういうあれが強いです、外国と比べると。だからほとんど実質的にはあのなんか共産主義っていうあれではちょっと見られないっていうのが、あの本来の共産主義っていう言葉で言ったら今の日本とはそもそも社会構造から何から全然違うわけですよね。でも別に日本共産党はそこまでしたいっていうわけでは今はそこまでしようとはしていなくて、はい、もうちょっと現実的に今 の、 そのあまりにも自由経済とかに寄りすぎている、うん、世の中をこうもっとこう変えるべきだということを、まあ、共産党としてしていると、うん、でそれに支持が集まっているという、はいはい、ことです。で、党員数ひょっとすると自民党と逆転、党員数、場所の党員数が自民党とひっくり返っちゃうっていうとか地域にいたも出てるはずです。へー。で、あとちょうど1年見てたら赤旗の部数が伸びつつある、伸びてるんだ。変換階段って。といっても1年で1000世帯ぐらいですけど、はいはい、このところずっと部数落ち気味だったので、まあ、ある意味ちょっと上昇傾向に入ってるのは確かだと思う。ただもともと共産党は自民党とかに比べると支持者のうちの党員の率が高いから、高いですね、必ずしも党員の率比率が入れ替わるっていうことが、必ずしも支持が入れ替わるっていうことは合致、まあ、はしないです。そうですね、ただ勢力が伸びてるってことは確かに、確かに、うん、まあ、だからやっぱり自民党の安倍さんのなんか、まあ、右翼的な、まあ、こと発言が多いみたいなところから結局なんか、まあ、危機感からなんかこう左の勢力を強くしなきゃいけないみたいな感じで投票をする人がいたのかなっていう感じですけどね。なんかその
なんか受け皿、まあ、左側の受け皿っていうのが今実質いなくて、左側の受け皿っていうか、そう、反自民に対する受け皿、反自民か、野党に対する、うん、でそれがだから民主党とかではなくて、うん、民主党でも社民党でもなかったってことですね、共産党を、うんっていう風に受け入れられたっていう話なのかなと思います、ね、あのフェイスブックのコメント、ユースリムのコメントだと別に共産党が強かったんじゃなくて、うん、あの消去法なんじゃないかっていうような、うん、まあそれは本当にいわゆる雨宿りっていう雨宿り、まあ多分あの、はい、自民党にアンチ、はい、自民党は今までずっとやってきて、はい、やっぱり歪みがあってて、はいはいはい、で民主党にすごい期待したじゃないですか、はい、そうですね、もう、うんうん、全然そういう意味では自民党がやってこなかったことをやろうと一応ね、はい、こう全部公約してやったけども、ね、はい、実際には、うん、あれ同じだったらっていうか、うん、結果はそうだったでしょ、実際にあの、うん、原発の国の何にしても、はい、TPP だって全部、それ民主党があれなんか同じだことになっちゃって、うん、やっぱりそこにもみんながっくりきて、うん、どこ行けばいいのっていうので、うん、やっぱりそういう意味ではそこに、まあ、ビシッとこう対峙してた党ということで、うん、まあ、ここに期待するしかないかなという、うん、じゃないですかね、うん、実際こう流れとしては、ね、うん、実際本当にそう、多分ね、やっぱり民主党があまりにもひどすぎたというかね、はい、うん、まあでも、まあ、消去法であったとしても、うん、極端な話、投票しなかったとしても、うん、消極、まあ、それが仮にその積極的であるか消極的であるかの別は横に置いておくとすると、うん、支持が集まったことに変わりないですね、うん、だから、まあ、やっぱりその、これ入んなきゃダメじゃん、そうですどっちも入りやすい、ね、まあ、そのちょっと MC いなくなっちゃったんですけど、まあ、自民党でも民主党でもないっていうような選び方で、でもただそこで共産党が選ばれたってことには何かしらの理由があるだろうというような話ですよね、うん、まあ、逆に、まあ、共産党が選ばれた理由があるか、うん、共産党以外を選べなかった、うん、どれも選べなかったりもあるから、後者じゃないか、後者、共産党選ばざるを得ないという言い方の方が正しいんじゃないかっていう、あの維新なんかもほら結構ね期待ちょっとした時期あったでしょ、うん、そうですね、だけど、うん、まあいろんなことがあって維新も結局これというふうになったからね、うん、そういう意味でもね、そうですね、共産党の強さ、結構テロップがそういうことになってますけど、2013年の振り返り、共産党の強さって、なんかもう、共産党レーサー番組みたいな、まあ、そういうことないですよ、そこだけ見るあ、そういう番組ではないですよっていう、まあ、是々非々でね、話をしていきます、はい、あのコメントでし、兵頭さんから、はい、共産党は、まあ、今まで政権になった経験者がいないから、まあ、今のところ嘘つきがいないと、あまあ、ちょっと皮肉めいた、まあ、嘘をつきようがない、まあ、そうですね、まあまあまあ、政権を担当していないから、いやでも、うん、やっぱりそのね、あれを見ると、国会中継見ると、共産党の人の質問が一番まともですよね。それはね、間違いない。間違いない。国会質問で見ると、やっぱりはっきりしてるっていうか、あれ、西さんの見ました？参議院本会議の最後本会議 の, あのあれですね、演説ですね。演説最後の反対討論ですね。あ、はいはいはい、西さんしかしなかったんですよ、反対討論。民主党もしなかったし、民主党もしなかったんですね、新の党も回答しなかったし、やっぱそういうところでも選ぶか、みんな有権者を選んだっていうか、結局誰も反対しねえのかよって話になったのかなと思ったりですけどね、なんか本国会はなんか各議員がみんな自分たちの程度の低さを自ら露呈する、まあ、ね、国会でみんな国会中継を、ね、見てた人がそう思うんだと思うんだけど、コメディみたいでしたね、特定秘密保護法案の反対答弁がなんかみんなコメディチックだったっていう、なんか、はいはい、なんか半沢直樹の真似をしてるのかみたいな人とか、なんかね、こう半沢直樹じゃないな、あれだ、あのリーガルハイのなんか動きを真似しているみたいな議員もいて、そこまでなんかいたんですよ。あれは与党にも問題があったけど、野党にも問題は終わりだったよね。もう中子さんが中身についての議論全くしてなかった。中子さんフェイスブックに書いてあったのを見て、あ、そうだろうなと思ったんですけど、結局のところその個別具体的なことばっかり聞いてって、うん、結果としていやそれは違いますみたいな、うん、話しか出なくて、結局のところそのなんていうのかな、まあ、野党側にその攻めあぐねたというか、そういうのもすごいあったんじゃないかなっていう、うん、いや共産党の話じゃなくなってきたんですけど、はい、僕その話があったから、僕はこれに次の話題、はい、話したかったんです、はい、
これ見えない、言ってください。特定秘密保護法の、はい、まあ、こちらもですけど、はい、じゃあデモ、はい、デモとか反対とか賛成が、はい、そう、僕はこれを見てから、はい、自分の立場は、じゃあ特定秘密保護法はどっちでもないようにしようと思ったんです。どっちでもないように、はい、とりあえずネット上の書き込みを見てると、うん、僕はもう気持ち悪さしか感じなかったです、うんうん、どっちですか、どっちにも、どっちも、うん、賛成の人も反対の人も、ね、気持ち悪いんだから、 Facebook にどっちか僕は賛成ですって書くと、うん、その反対の人から、うん、こんなことあるんだよとか、こんな風になっちゃうんだよとかっていうのをバンバン言って、うん、で反対の人が言ったら、いやこれはテロのあれだからみたいな、うん、押するためだからとかって書いてって、何こいつら一生懸命やってんだろうと思って対話する気ねえじゃんこいつらと思って、対話する気ないってのは確かにそうですよね。だから、うん、そこはね、嫌だ、実際にマジョリティはよく分かんないって人が一番多い、多分事実よく分かんない人が一番多そうだって、そう、よく分かんないのに賛成と反対って言っちゃって、それ言ってもいいんだけど、うん、だからって相手のことを攻撃していいことじゃないじゃん、なんかこういう人たちはちょっとはい、という意見が出ました。泣いたいから僕こんな格好してるんですけど今。カザイさんもあの同じ特定秘密保護法ってテーマだったので、カザイさんでしたね。そう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 。と、うん、はい、うん、というか私もね、中に突然、出てきた、あの山本太郎がね、はい、かなり前に9月頃かな、はいはいはい、全国キャラバンを始めて、はい、太郎さんとね、私もあの脱原発のことで 2,3、うん、回やってるんですよ、うん、あのいろんなところで、うん、で、あの一緒にカラオケのところでカラオケで脱原発のその宣伝のね、はい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 、あのコメントをもらったり、はい、まあ、いろんなことをして、はい、で太郎さん来るのを知って、はい、で今回は特定秘密を脱あの原発関係じゃなくて、はい、このことをこれちょっとやばすぎるっていうので、はいはいはい、でぜひみんなに知ってほしいっていうで、はい、あの全国キャラバンをしたんですね、はい、で一番彼は早かったんだから、うん、今これに危機感を持って、うんうんうん、その時まあ私も演説でちょっと聞いたりして、はいはい、で、うん、まあ彼あたりはね非常にその大げさにっていうか、それこそ大変なことになるっていうふうなこう喋り方ある人するから、うん、それはその割引ってみなくちゃいけないところもあるんだろうけども、うん、いざこういろいろいろんな人がいろんなふうに喋ったり、あと、まあ、弁護士のね、うん、日弁連の会長も反対して、全弁護士そろって、全弁護士近い人から、憲法学者から、本当にいろんな人がバーッと反対を挙げて、で、具体的にここがおかしい、ここがおかしいって出てきて、ちょっと見ると、これはちょっと本当にかなりまずいんじゃないかなと。で、あとはやっぱり石破さんとかがね、テロ発言したじゃないですか。あの人いろんな発言これまでもね してるんだけども、はい、やっぱりポロッと本音を言っちゃったのかなとね、徴兵制で死刑とかね、テレビの番組でポロッと言いましたよね、はいはいはい、で自衛隊の人たちが、うん、例えば戦争の命令を聞かない時にはね、うん、やっぱそういう法律が必要だ的な発言だったじゃないけどね、うん、でまあいわゆるその軍事裁判的な、うん、そういうことも視野に入れないといけない、うん、確かにね、日本の自衛隊はもう免許取りたくて入る人とか、まさか海外行って戦争するなんて思ってないですから、だからそういう人たちにとって、だけどもいざこう、なんかいろんなのが出てきて、そうすると、ひょっとしたら、まあ、イラクにもね、とりあえずこう、いたじゃないですか、戦闘地じゃないけども、はい、平和活動、平和維持活動、だからやっぱあれがちょっとどんどんこう拡大していくと、はいはいはい、ちょっと、さすがにね、戦地に行くのは拒否する人も出るんじゃないかと、だかその時にそうすると軍隊としてのね、あれはなくなっちゃうんですかね。例えばその山本太郎さんの活動をきっかけにいろいろその反対派の意見を聞いたと思います、うん、逆に賛成派の方の意見ってどれぐらいこう入ってきました、情報として。こういうところだから大丈夫なんだよとか、こういうことだから実は危険じゃないんだよっていう、それはね、まあ、政治家の人たちがね、はい、いやそんなことはないってこう答弁したりするぐらいしか、ない。それは例えばどうでしょう、その、まあ、僕の問題点はそこだと思っていて、僕は一応どっちも見たんですよ、はい、でどっちも見てよくわかんないねっていう投稿したら、そういうことを攻撃をされたんですよ、完全反対とか何これっていう、うん、これ知ってんのかみたいな、いやいや別に見たけどだからわかんないっつってんだみたいな。でも端的に
じゃあ反対派の主張ってどこが一番問題って言ってるんですかね。なんかね、そのやっぱりなんか戦争になる、うん、結構一番やっぱ戦争になるとか、うん、戦争の道具にされるとか、うん、情けない目立つって話ですよ。同志として情けない僕もね、まあ、この秘密保護法案に全面的に賛成って言ってるわけじゃないんですよ、うんうん、なのになんかセンスないっていう本当に池さんの通り、うん、だから池さんなんかセンスある批判してください。池さんもし賛成派の考え賛成派の言ってることで今後なんない俺っていうのはどういうとこ。例えば今ほら反対派の意見に対する、うん、まあね、あれだと賛成派の意見についてはどういうものが多かったのか。賛成派っていうのはやっぱりなんかその結局いやこれはなんかスパイとかいるからいけないんだよって、うんうん、お前スパイ見たことあんのかよ。見たことあるからやばいよ、見つかっちゃうからまずいよ。一生懸命だからえ、だからスパイなんだねってならないから、はい、それはテレサテイマスパイだったんでしょ、まあ、それはいいとして今冗談で言ってるんですけど、まあ、そういう面でだからとかいろいろよくわかんないのに、うん、なんていうかそのスパイとかスパイいるからみたいな、なんかそれだけの主張に終わっていて、ただ条文でやっぱおかしいって反対の人が言ってるところでおかしいとかやっぱあって、うん、やっぱ曖昧なところ多いし、うん、そういうところを無視してだからテロがっていうなんかね全部ね噛み合ってないの議論が、うん、祭りごとはちょっとごめんね、 今までは賛成派の意見を、まあ、結果的に、まあ、賛成派っていうか慎重派の意見が結果的に多かったんで、我々は私は今日こっちの人たちに聞きたいんですよ。瑞穂さんについて聞きたいです。自分で調べてもよくわからないで、はいはいはい、迷宮入り状態でどっちでもすごいわかります。いやそうなんね、そうそうなん、どっちもわかるんですよ、うん、私はなんか、うん、そう、あ、私池さんの話聞きたい、ここで整理できるとすごくいいと思って、すみません、ヒラードがじゃあ最後になります。ヒラードお前田中君代表扱いみたいな。まず本当は3点があると思うんですね、はいはい、まず第1点は、はい、そもそも行政の情報は誰のものかって言って、はい、でそこで最終的にはもちろん秘密保護は僕はあっていいと思ってるんですね、うん、行政上の都合としては当然あり得るべきことだろうという意味があるわけですしね、うんうんうん、ただ問題はそれがどんな形で最終的に検証され公開にさらされるというふうになってないっていうところがまず1点なんです。ひどいと文書を破棄してしまうっていうケースがあって、でこれは秘密保護法だけじゃなくて情報公開法とか公文書管理法っていう別の全体の国の行政の情報をどうするんだってなんか位置づけていかなきゃいけない、それが全く抜けているというのがまず1点、うんうんうん、それからもう一つはこれはどっちかっていうと司法、要するに裁判に関わる話なんですが、いわゆる独立強行罪と言われている話で、要するに考えたでしょっていうことで罪に問われかねない、うん、で最終的に裁判で無罪になったとしても、うん、逮捕拘留されるんですよ、こういわゆる要するに犯罪事実を犯したでしょというふうに言われれば、うん、そこまでは持ってきた、その後でその本当に違法なのか責任があるのかって論じられるので、疑いの段階で、疑いの段階で、だからそれはその疑いの段階で実は独立共謀罪って非常にちょっと慎重に扱わなきゃいけない点があるっていうこと、うん、あともしそういう政治的なある意味ことに関わるような話で裁判をちゃんと公開しなきゃいけないんですが、うん、公開の裁判がちゃんとこれ受けられるのかと、つまり、まあ、秘密だからってなっちゃって、うん、そこを反論しようと思ってもその反論の材料が手に入らないってことに防御できないっていう、うん、これがちょっと人権上さすがにやっぱりちょっとまずいというのが一点ですね、うんうんうん、でそれからもう一つ、この法律を作ったところで本当にちゃんと管理できるのかというのが考えていらっしゃる、うん、というのは、うん、ちょっと、まあ、今回玉をね韓国風に僕はあれは賛成なんですが、基本的にただ情報の出し方も非常に見てて、うん、内向きの議論で本当に韓国軍にとって今出さないでくれって言われたことをポッと出しちゃったんですよね。それも1万発の玉なんてはっきり言って田んぼに運ぶんだしかない、ね、だけどあれをなんでそこでやっちゃったのかと、むしろそういう時に各国とその情報を共有して本当に何をするのかって目的がないままで法律作るってるなと、要するに何がしたいのかってことが自分たちがはっきりしないまま法律作っちゃってる、うん、
っていうのが3点目ですね。僕はその3点からまずいと思ってます、ね、記事に。裁判の点はなんかどうなるんだろうって感じですね。秘密を暴露したろっていう裁判ってどうやってやるんだっていう。そう、うん、それ裁判官とかはそれ秘密を要するに知れるのか知れないかっていう。だからその非常に大きな問題点っていうのはやっぱりその文、うん、まあ、今回僕はね、この特定秘密の件に関しては、うん、まあ、今回法律としては必要だと思う、うん、まずその中身の問題があるので、うんうんうん、あれは必要だけど、でこれはなぜかっていうと先ほどおっしゃったように、うん、まずその管理の部分に関して、うん、やはりその今はね十分そのいわゆるその秘密というものが、うん、いわゆる行政上秘密とすべきものの管理というのが適正に管理されていなかったり、もしくはそれが秘密とされたことを記録として、将来にわたって残していく仕組み、それを検証する仕組みっていうのがそもそもないから、それを作るということはとても重要だと思って、うん、そういう意味でそれを規定する法律を作ることは非常に重要だと思うと。だけどもそもそもそれを管理する独立した機関が必ず必要だと思うし、うん、でなおかつそれが漏洩したかどうかっていうのは、うん、いわゆる現在ある、特定の、省庁や政府機関に影響されない独立機関が、これが仮定、最初からそれを用意できるのか将来的にそうなるのかは別としても、少なくとも成立の段階でこういうロードマップで最終的にそういう体制を構築しますよということをちゃんと言える必要があって、だから管理の面とそれを実際に運用する面で大きな瑕疵がある。だからそこがクリアされないから反対も賛成もどちらもできないというような、感想を今回は思います。ちょっと1個聞いておきたいことがあって、はい、国民の知る権利にすごいなんか抵触するんじゃないかっていう論調あるじゃないですか。あれについてはどうなんですか。もう分かんないから。知る権利って憲法に書いてあったっけ。一応憲法自体に知る権利という言葉はないんです、はい、まあ、新しい人権として判例で確立してるんですね。裁判で新しく出てきた、あ、そうか、表現の自由しか書いてないんでしたっけ。そう、表現の自由の延長面でという、その知る権利の侵害になるみたいな論調があるじゃないですか、はいはいはい、あれってけどなんか僕としてはすごいなんだろう、お門違いな話なんじゃないかな、その知る権利ってなんかそのある政治家とかが街頭演説で、うん、今私はこうやってなんか演説してる内容も、うん、なんかもしこれが秘密方法が成立してしまったら言えないんですよって、国家秘密を演説で話すみたいな感じで何言ってんだよって基本的にはその防衛に関することと外交に関することを秘密にするんだっていうような話ですよね、うん、ですよね、うん、でもそれがか、うん、それが拡大解釈できるよねっていうのが問題点ですよね、うんうん、でも太郎さんなんかが国会でも、うんうん、提出させた書類を全部真っ黒の原発のね、はいはい、なんか真っ黒じゃないですか、あれ実際何が真っ黒ですか。あれがね、情報公開法で多分請求してるんですけど、事実上黒塗りで全部ほとんど出てきちゃう、うん、だからそれを外すか外さないかって客観的な審査機関ないの。だからそのテロでそういう原発の構造なりね、危ないそういうのがダメだってなっちゃうと、例えば事故を起こって本当に何がね危ないのかっていうのはやっぱりもう真っ暗になっちゃうっていう、それはありません。視点で隠れてる、今の時点でもすでにそれは隠れてる、隠れちゃってる、でそれが増えるんですかね、その黒塗りにされる部分が増えちゃうのか。必ず増えるとは言えないと思うんです。ただ場合によってはその裁量の中にはやっぱり見えない、で一応そこを一応政治家が入ってチェックするからというのがその一応賛成の方たちの言い分としては分かるんです。で大臣が一応入ると、選挙で選ばれた政治家が一応トップとして入るからということになるんですが、ただ大臣そのものは適格審査を受けないし、うん、そ本当に教えたがるという問題がまず一つと、それからもう一つはですね、今言いかけてちょっと忘れそう、はい、どういう感じか、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。じゃあその間にちょっと平和度にもちょっと意見を、はい、これも、いや、国家機密って何が国家機密なのかなと思って、はいはいはい、みんな知らな、知っちゃいけない権利、うん、知っちゃいけない秘密って何なのって、その、ちょっと要するに、国語に他国から攻められる時にれ、それで今までなんかね、それが漏れて困ったことっていうのは別に提示もなかったし、政府の不都合が多分提示はされてます。多分例えば尖閣諸島のお話とかは、まあ、情報の管理ができてないからこそああいうことが起きるっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、尖閣諸島に関してはちょっと別、はい、ちょうどさっき、はい、焼肉食べながら別の話をしてたので、その話はちょっと、その話はちょっと、あ、
まあ、そしたらさっきの安田さんの話で、うん、あの独立の機関を必要だっていう話があったじゃないですか、うん、であれで賛成派の人が例えば言っているのは、うん、独立の機関作っちゃったら、うん、もうそこに例えばスパイが入り込めたら勝ちじゃんみたいな、だからその結局、うん、あの知るなんつうの秘密を審査するための機関っていうのを作っちゃったら秘密を知る人自体は増えるよねと、うん、秘密を知る人自体は増えてその機関に入れちゃえば、なんか時間が15分にしました、今回2人いたので、はい、なんかすごく有利だよねみたいな話があるんですけど、うん、それでもやっぱり独立機関は必要だと思います、うんうんうん、あとちょっと今あの質問に せっかく答えあまり答えられてないんですけど、例えば具体的にそのいや隠さなきゃいけない情報って例えばなんだっていう話で、基本的にはあのこれって要はその公共の福祉の問題だと思うんですよね。要はでそのいわゆるその政府の役割として基本的に政府っていうのは実体がないじゃないですか。要は政府っていうのは何かっていうと、あのこの国にはあのいわゆる国民しかいない、これを国民っていう言葉を当てるかどうかっていうのはいろいろ議論があるけども、まあ、ここは国民と国民主権の国だから国民とするとして、うん、日本には国民の人がいて、で政府っていうのは実体はないんです。国民っていう実体しかないんです。で政府っていうのはその国民が代表を選んで作り上げる一つの統治機構システムなんですね、うんうん、でそれは何のためのシステムかっていうと、いわゆる、再分配だ、いわゆるその利害の調整機構ですよね。そう、これは総務の再分配だったりっていうような、まあ、分かりやすいところだと総務の再分配だったりっていうような利益の調整機構。あとはもう一つは日本以外の国と、いわゆるその対外的なやり取りを行う上で、いわゆるその日本の国民が一致団結して他国と貿易を行ったり外交を行ったりっていうような、そこのいわゆるその一人一人で他国の大きな勢力と対抗することが非常に難しいので、うん、それぞれが、それぞれの持ってるリソースを、集めて政府という統治機構を作って、そこを持って全体を代表として他国とやり取りをする、まあ主にこの2つの役割があると僕は思ってるんですけども、あくまで僕がそう思ってる話なんですが、その場合にいわゆるその他国とやり取りをするにあたって、開示しないでおく方がいわゆる交渉上、有利なこと、これは、その政府機関、その政府統治機構がいわゆるその適正な選挙によって本来選ばれている限り、当然その政府のやることっていうのは、国民の利益を代表しているわけだから、その交渉のために現時点において隠しておくべき情報っていうのは、現時点においては当然開示すべきではないわけですよ。国民のためにもってことです。つまりそれは公共の福祉に合致するということ、僕は思うんですよね。それは少なくとも、知る権利を一部そこで仮に制限したとしても、それは憲法を犯すことにはならない。あの公共の福祉に反しない限りっていうことが書いてあるからですよね。っていうふうに、まあ、作る僕は。なるほど、なるほど、なるほど。そうか、つまり、特定秘密保護法で秘密を守るっていうことは、その公共の福祉の観点から、まあ、あるべきことだと。だから、これは憲法違反にもはならないと。なるほど、なるほど。まあ、それは公共の福祉っていう枠の範囲の話だと思うんですけど。例えば、具体的な例で、その問題になったことがあったとすれば、まあ、たまたまそれがうまく解決できちゃったんだけど、この間、どこだっけ、日本人が誘拐された事件のあった。中東の方で。アルジェリアだよね。うん、でこう、日本人が8人、ごめん、今、正しくないかもしれないので、あれなんだけど。日記の社員が。うん、そうですね。で、あの時に、じゃあ、その周りの、その国の、ここの国のここに何があるとかいう、そのウィークな、その国にとって弱い情報っていうのを、仕入れないといけないんだけれども、それを知り得る情報っていうのは別の国から本来は外交取引で取らなきゃいけないのに、日本にその保護法が、その情報が守れる、担保できる、守れるという意味に担保できる法律がない限り、別の国はその情報を日本に渡してくれないから、国民の生命の危険を、日本人の生命の危険をそのまま放置してしまうことになると。で、たまたまの時はその大使館の中に
すごい詳しい人がいたんだって、あなたがいたんだって、それですぐに聞けたので奪還できたっていうたまたま例でしたと、うんうん、あれがもしも何も知らない状態だったらその取引ができなかったと、うん、いうことがあったよね。だからそういうことが今すでにたくさんの内戦地域とか紛争地域が増えている中で、あの条法律を整備していく必要があったっていうのが政府のものすごい言い分ではあったんだよね。まあ、簡単に言うと、つまり秘密を守れない国っていうのはその国際的にも信頼してもらえないっていう、だからこそ秘密を守るための法律が必要とされていたっていう、そういうことですね。まあ、秘密を守れないやつとは交渉できない、そうです、交渉やんのテーブルに立てない、だからそれが必ずしても戦争っていうことじゃなくてもいろんな場面で発生するよっていうことですよ、ね。まあ、でも逆に言ったらそれは自衛隊がいろんなところに出てるからこそ発生する問題が多い、関係なく貿易もそうです。あそこ、まあそうですね、民間人が誘拐されたんですよね、民間人の話、民間人を救出するみたいな事例でもやっぱりそういうのはあると、という。あ、20分になりました。はい、平野さん最後分かりました、今の説明分かったんですけど、やっぱ俺は、うん、まあ、ちょっときな臭い左翼的な人間なのでどうしてもその治安維持法を、まあ、日本の歴史をやっぱりどうしても繰り返すんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですね。それは違いますよってでも思ってしまうのが仕方ないかなみたいなところです、ね。まあ、議論が尽くされてないっていうのが違うもんでね。結局そういうことですね。間違いないです。あと、先ほどその政府の役割っていうところでちょっと気になったのは、確かに選挙で選ばれてその政権党っていうのがあって、そこが、まあ、一応それで代表して、だけどそこで例えば秘密にしてそこがバーッと突っ走った時にそれは本当に国民のためになってるかどうかっていうのは検証は非常に難しいところですね。だって自民党票得票にしたらね、本当に 20% とかそうでしょ。そしたらその他の人たちは何考えてるかっていうのはやっぱり重要だと思うんですよね。だからそういう人たちにとって必ずしも、だって例えば原発で去年そのパブコメがあったら出して8割9割が反対して一応ゼロを目指そうっていうふうになったやつがもういつの間にかね、それに撤回しちゃって、その時のその国民の民意っていうのは正しくは反映されないっていうことじゃないですか、今の政治状況はね。そうなるとやっぱりそこで例えば秘密でその政担ってる政権与党がその政府国民の全部の本当の意見をきちっとやってるかどうかって、利益のためかどうかっていうのはやっぱり非常に疑問だなと、まあ、どちらかというと投票率とかの問題になってくるんでまた別の話だと思うんですけど、だって自民党ですら 20% しかってことは逆に言ったら他の政党なんか国民の 1% とか 2% の支持しか得られてないってことですか、だからそこのもっと大きな人たちがいるわけじゃないですか、そこの運動派っていうか投票しない、やっぱりその人たちが何考えてるかっていうのは非常に重要だと思うんですよね。そこの民意をきちっとね、まあ、それ選挙で資格を表せないかといったら、やっぱり例えばそういう国民投票とかね、いろんなやっぱりやり方もあるわけで、やっぱりそういうのもなんていうかな、やっぱりきちっとこうチェックしてないと、それが必ずしもね、それ秘密にして突っ走られるとどうなるか分からないなっていう懸念は非常にあります、でもそれがまさにさっきおっしゃってた検証の仕組みをちゃんと作ろうってことですね。あとは立法府に必ず政府に関与のちゃんと回路を作るということですよね。それを先にしてから やればおそらくこんなに逆に反対もされなかっただろうと思うし、あまりにも行政権に今すごく集中しちゃう、行政に集中しちゃってるというところで、建前として公共の福祉になってるんで、やっぱりお役所ってほっといても秘密が増えちゃうんですよね、組織の整理として、それは別にどこの組織でも実はあり得る話なんですけど、だからやっぱそれに関してはちょっとやっぱりある程度気をつけてみてないかなと思います。すみません、ちょっとこの辺りで長くなってくるので、別のテーマに行きたいなと思います。ちょっと、書いた方いらっしゃいますか。ちょっとその間にコメントだけ紹介したいと思うんですが、ポツネンさんを見ていただいてありがとうございます。まあ、ロシアに亡命した人、ウィキリークスの人ですかね、アメリカの人、あ、別か、プリズム事件のやつ、プリズム事件、
って何でしたっけ、どんな事件でしたっけ、プリズム事件。プリズム事件は、あの名前忘れちゃったんだけど、あのメガネの彼、はい、なんて言うんですか。まあ、だからそういう人が、要するにアメリカとかそういうところで、やっぱ国家秘密を持った人が、スノーデンです。スノーデンです。まあ、仮想敵国の国に逃げちゃって、情報を持ったまま逃げちゃったとか、そういう事例も発生するよねと。でもそもそも日本にはそういう人を逮捕する仕組み自体ないよねって。まあ、そういうことも、まあ、あの日本で成立された理由なんじゃないかというような意見ですね。だから亡命しなきゃいけなかった方も、尖閣諸島のビデオを出した方は、はい、特に亡命をせず普通にあの東京というか、あの日本で生きてられますから、ね、まあ確かにね、うん、まあ、それはそれで平和なんでいいことなんですけど、何も起きなければ、まあはい、まあ、ということで、あ、はい、先にこっちから行きましょう、先に書いてもらったので、はい、じゃあ安谷さんの話題、はい、尖閣問題出ました。はい、さっきね、はい、根本君が、はい、あの尖閣の話をちょっとしたので、はい、実は先ほどあの忘年会でみんなで飲みながら聞いてもらってまして、その時に尖閣の話が出たので、はい、おさらいからですね、尖閣の問題をちょこっとあの、うん、話をしたいなと思います。なるほどなるほど。で、ちょっと最初にちょびっと喋りたいなと。けども、はい、琉球っていうのはですね、はい、僕はあの沖縄生まれなんですが、うんうん、琉球っていうのはですね、はい、江戸初期に、島津藩に、まあ、占領されまして、はい、この時島津藩っていうのは、まあ、占領されたって違いますね。じゃあ、島津藩に、隷属を、専門書かされてですね、正確に言うと、琉球は表向きは島津藩に併合されたわけではないんですね、その時点においては、うん、当時の琉球王朝の王が、島津藩に呼ばれてですね、隷属のいわゆる証文を書かされたの、属国としてっていうのが、まあ、その時の形で、江戸、1600年代前半1624年だったかな、大和目来たる名字の禁止令っていうのが出されまして、大和目来たる名字の禁止令っていうのがこれ島津藩によって出されてるんですが、これは何かっていうと、いわゆる琉球にある大和の国と似た名字を、琉球が大和の国と違う国だということを強調するために、漢字を別の字を当てて3文字にしたり、変わった名前にしたり、場合によっては場所によっては、要は地名と名前っていうのが連動している場所では地名も変えられたり、これはその、まあ、もちろん皆さんが今沖縄の独特な名前だったり独特の地名だったりって思ってるものも中には含まれてるんですが、そういった形で名前や名字を変え、島津藩の大和目来たる名字の禁止令によって変えられたという経緯がありまして、いわゆるその島津藩っていうのは琉球を併合せずに、むしろこう大和と全く違う国に仕立て上げることで、いわゆるその他国との貿易、当時鎖国してますから琉球を使って他国との貿易をするという、だからこそ、まあ、あれだけ力を蓄えられたとも言えると思うんですけども、まあ、そういう政策を取っていたと。逆に言ったら結構琉球の人はじゃあ日本人と同じような名前だったんですか、っていう名前も今よりむしろ多かった。あ、今より多かった。今より、はいはい、もちろんいかに琉球独特の名前もあるけども、うん、いわゆる今の日本人と似たような名前も今よりもたくさんあったということなんですね。で、その後、いわゆるその明治に入って、琉球併合、ね、廃藩置県で、沖縄になるまでの間、琉球っていうのは島津藩に、隷属しつつ中国に対してもあなたの属国ですよって言い続けたんですね、明治に入るまで。で、言い続けて、その琉球併合によって正式に、日本の配下になった。だけどこの時点で当時の、まあ、中国というのは反対してるんですね。これはそれを認められないと、認められないと言って、中国がそれを認めたのは、いや、むしろ認めざるを得なくなったのは、いわゆる日清戦争で負けて、で、まあ、いろんなところに租借地を取られた、その時代ですね。その時代に認めざるを得なくなったという経緯があると。で、当然、まあ、その後中国っていうのは、
あのその咀嚼口っていうのを取り返すわけですけども、うん、まあ、その過程で、まあ、当時のあれも無効だと認めたと無効だというのを主張しているっていうのが、まあ、ある種現在の実態であって、これは非常に難しい問題で、一概にこれはあくまで僕の意見ですけど、あの僕が子供の頃に沖縄で教わってたのは、あの一概にあのどちらが正しいと言えないと。なんでかって、両方にあなたの属国ですよ、日本にも中国にもあなたの属国ですよって言ってた。確かにあの島津藩に隷属の証文を書かされてはいたけども、やはり当時の中国にあのいわゆるその貢ぎ物を書かしたことはないわけですよ、常にあなたに従いますよって言い続けてきて、で中国としても戦争に負けて無理やり認めさせられたという思いがあるから、当然あれは無効だと言っても必ずしもそれが全くもって道理が通らないっていうのも言いづらいんではないか。で、全体的に見れば確かに、日本に部がある話であると思うけども、まあ、必ずしも中国が全面的に間違っているとも言いづらいんじゃないか。うん、すごい面白いですね。沖縄っていうのがつまり両方に対してこう、あ、なんていうか隷属というか、まあ、そういった立場にあったからどちらが完全に嘘ですとも言い難いっていう話なんです。だって日本の島津藩にしたって、むしろ自分たちの政策として他国に対してはうちの国ではありませんって言ってたわけだから、いや、もちろんそれが事実上その貿易のためであったとしても、外形上外の国から見れば日本とは全く別の独立国だったわけだから、いや、あの当時まで独立国だったよって言ったって、それはね、ある意味で仕方がない。なるほど。じゃあ島津藩が悪い。そう。島津藩。ちなみに尖閣諸島はその時点では、どういう扱いだったんですか？尖閣諸島は琉球王国。琉球の一部。あ、琉球の一部。で、しかもまたさらにややこしいのが、当時その、あのいわゆる日清戦争に負けた人たちって今台湾にいるじゃない。ああ、中華民国。そうそうそう、今台湾にいて、日清戦争は清だから。あ、そうか。孫文たち。あ、そうか。あ、そうか。日清戦争の後に、それを認めた、ごめん、清だですね。日清戦争の後に、それを認めた政府っていう、今台湾、国民、そうそう、政府が台湾にいるから、余計にややこしいんでね。それを認めたら我々じゃない。あ、なるほど。っていう話をしてたら、どっちを支持したらいいのか正直わからなくなっちゃった。沖縄が併合するしかないんで、沖縄が例えば購入するみたいな。いや、購入する。まあ、でも沖縄ではあるから。だからさ、あの要は琉球、だから尖閣の問題っていうのは、尖閣が沖縄の一部であるっていうことはどちらも認めてるわけですよ。あ、でそもそも沖縄はそもそもが当時からずっと認めてるわけですよ。でも中国は沖縄もそもそもは中国の一部だって言ってるわけで、すでに今そうって言ってるわけで、沖縄独立させるしかないですよね。それも一つの選択肢としてはあるけど、そんな独立するしかないって簡単に言えるわけ。コメントの方、あの兵藤さんも、そういうのは国がどうこうじゃなくて沖縄の人が決めることなんじゃないかみたいなコメントをいただいてるんですけど、この世界中にある領土問題って、そこに住んでる人ベースで決められるものなんですかね、そもそも。実どうなんでしょう。いや、決められないです、ね。決められないですね。あの、お話としては歴史的にはすごく言うと、つまり文化として、歴史としてはその、いわゆる近代以前の海禁体制の問題と近代の国家っていうのの考え方もあるので、ただあの、それで結構揉めてるところがいっぱいあります。で、事実上独立しようとして失敗したところいっぱいあるし、だからそれは実際が国際の世界だと、もうやっちゃったもん勝ちなんですよ。まあそうですね。結局、ね、その、北方領土はもうほとんどロシアの人たち住んでるわけですし、竹島はが一番難しいところで、竹島は一応国際的には なんとなく、あれですけど、でも韓国軍が完全に実行支配してますよね。そうするとどうやっちゃったもんがチャンスですよ。やってそれをずっとあのかか重ね積み重ねていって、そのロジックを積み重ねていってあるところを超えると認められるっていう話で、でもそれはまさしくあの国会とかあるわけじゃないんで、世界にはそうするとパワーゲームの中でしか決まらないっていうことになるんですよね。ただ今は日本の方が竹島に関しては重要。あ、そうなんですね。だから ICJ、 あの国際司法裁判所は訴えようって言ってる。ただここでアクションを起こさずに実行支配を何もせずに
入していると、うん、最終的にはどこかのタイミングで、はい、韓国の主張に負けるってことですよね。だからその権利を持ってたら行使しなきゃダメなんですよって話なんですよ。権利の行使をしないっていうことは権利を放棄したと国際社会では見なされるっていうことだよね。だからもっとひどいとフォークランド紛争でイギリスが本当に戦争するっていうことになりますよね。まあ、そのバランスうまく取っとけばいいですが、なんで尖閣黙っときゃいいのに断りしちゃうから石原さんなんていう感じで粛々と、粛々と例えば港を作ったりとかしてもうちゃんと打破して追い返すっていうのもやってたので、だからそう、そーっとしときゃよかったのをほじくり返しちゃったんで、はい、使っちゃった。あ、10分経ちました。だからもうちょっと聞きたい、はい、どんな話聞きたいですか。だからあれで、なんかその歴史としての見方っていうのはと、そのまあ、よく分からないかったところがすごい多かったなと思ってて、で多分それ知ってる人ってあんまりいないですよね。うん、でも別に調べてもらえば簡単にいくらでも出てくる話だから。そのなんか昔その例えばそのなんかその日本側の主張としては、うん、中国の文献にもその、うん、なんか尖閣は日本のものだって地図があるみたいな、そういったところとか。だけどそんなのって日本にも中国にもいろんな主張の人がいて、日本だっていろんな人がいろんな本書いていろんな地図出してるわけで、文献が残ってるなんてのははっきり言って何の証拠にもならないからいろんな派閥の人がいるわけだから、当時から、はいはいはい、今、まあ、東海の地図があるような、だからそれは参考資料にはなるけども決定的な証拠には本来ならないわけなんですね。逆に言うと決定的な証拠になりうるものっていうのは何があり得るんですか。決定的な証拠になり得るとしたら、全く利害関係のない第三者の残した資料とか。ああ、なるほどね。なんか、まあ、石原慎太郎さんは結構、まあ、あそこをずっとやっぱり気にかけていて、なんか東大を建てようとしてたんですよね。実際にこうなんか右翼の若者たちを、まあ、先導したっていうか一緒にやって、あそこに東大を建てたそうなんですよ。で東大があるっていうことは日本の領土として認められるみたいな主張もあったんですけど、それってどうなんですかね。なんか東大を日本として建ててたみたいな。それが必ずしも認められるかどうかっていうのは断言できないけども、アクションを起こすっていうこと自体は悪いことだから、まあ、ちゃんと主張する上でってことで、主張するということ、あれ購入しちゃったってのは、購入しようって言ったっていうのはどうだったんですかね、あれは。ちょっといいですか。そうそう、やっぱり今日すみません、今日いろんな話題をしたいなと思っていて、その中で今日この今尖閣諸島問題の中で、尖閣諸島問題は日本の領土じゃねえだろうみたいなふうに考えてる人ってこの中にいます。分かんないんですけど、私も、はい、田中角栄さんが、はい、そもそもあそこは、まあ、お互いにどっちっていうふうに、はい、曖昧なままに取得政治決着を、はいはいはい、してたっていうことですよね、はいはいはい、その日中国交正常化の時にってことですよね。で具体的な漁業とかいろいろあったら、まあ、交渉で解決しようやというような感じで、それずっと続けてたのを、はい、まあ、石原さんが国有化でグワッとなってからが、はいはい、もうおかしくなっちゃったっていうのは事実だよね、実際しかね。そもそも原因は尖閣のなんだろう、映像とかの方ですよね。まあ、衝突事件ですよね。衝突事件ですよね。だそこをやっぱり外交で解決できない日本の能力の政治の交渉の下手さなんじゃないですかね。そこで、そういう強く出ちゃったから逆に中国もなんだってこうなっているのが実際のところです。日本ってやっぱ外交政策下手な国なんですかね。どうなんでしょう。弱腰って言われますよね、それはその世界的なスタンダードで見て、だから本当に弱腰なのか、弱そうに見えて実は着々とやってるのか、実は意外と強硬派な国なのか。それはでも両面あるんですね。だって確かに弱腰な面もあれば、うん、非常にアンバランスなぐらい強硬派な面もあるけども、ただその一方でみんな日本のパスポートを持って世界中行けば、どこでもやっぱり日本のパスポートってのは非常にまあ、最もいいと言っても過言ではない扱いを受けるわけですから、それは今まで日本の政府や、官庁だったり、まあ、行政府が、各国とやってきた外交の成果なわけだから、それに関しては評価する。確かに平和的なところが得意な、そうだから争いのない部分ではない。争いが出てくるとちょっとなんか極端に寄ってしまうみたいななんか印象はあるよね。必ずしもただこれはその全てのあれを見た上で言ったわけ、精査した上で言ったわけ、言ってるわけではないから、はい、必ずしも全部が全部そうだとは言い切れない。いやいや、私はもう、大丈夫です。
あのね、まあ、兵頭さんが例えばそのドイツのザル地方の例とかそのフォークランド諸島の例とか、うん、まあ、でも住民投票ぐらいはやっぱりその地域で行われてるよって話だったんですけど、まあ、でも今住民投票したらその沖縄はね、いや中国に属したいですなんていう投票結果にはならないだろうけど、尖閣諸島はだって人住んでないですもん。ヤギしかいない。ヤギしかいないっていう意味ではそのやっぱりその住民投票とかで解決できるような問題ではないっていうことです、ね。まあ、そんな感じでちょっとすみません、まとめさせていただいて、次のちょっと話題を。はいはいはい。左翼なんで核構造も大事だと思う、はい、経済と税制、景気対策と消費税の話が 8% に上がる番組にしたので、はい、それはちょっと具体的なテーマに落とし込んでもらってもいいですか。消費税、税率アップのことを言ってたら消費税ね、論じていただく、はい、一緒でしょうか。だからアベノミクスの評価きましたよ。はい、右と左がいるように、はい、これ私全然わからないので、私僕もわからないし、アイセン聞きたい。はい、ちわからない人手挙げてください。はい、ないけど、はい、分かんないけど、ある程度は分かる人がすごい、分かる人はいない。なんか奥に専門家がいるって話聞いたんですけど、出ないんですか。あ、そうか、残念。それは出ちゃいけない、はい、出ちゃいけない。あ、そこそこそこ、出ちゃいけない。小谷さんのことは今まであまり喋ってらっしゃる。小谷さんのそれ、はい、はい、アベノミクスについて、はい、あるいは今後消費税率等が上がっていくことについて。まあ、アベノミクスっていう言葉自体が先行しすぎてるんですね。そうですね。実際何したかって言ったら何もしてない、うん、元の自民党に戻っただけ。だから誰がなったって株は上がったし、なるほど、景気は良くなったし、はいはいはい、業績も良くなったから、これはもう払ったら決まってたことで、別に安倍さんが何かやったから戻ったわけではない。それはアベノミクスっていう言葉が先走りすぎたんじゃないかなと思います。それは若干僕は異論があって、はいはい、アベノミクスっていうのは言葉が先行する部分そのものがむしろアベノミクスなんだよ。ああ、なるほど。そうですね。そう、そう、だから、そう景気が良くなるっていう共有の、あ、これ共有、これ共同幻想とか言っちゃダメかな。期待形成。期待形成って言った方が、あの、ちょっとね。でも、だから、はい、全員が共有する期待形成によって、確かに期待、あの、景気っていうのは一時的に浮上するわけですよ。で、それはなぜかっていうと、景気が良くなるって皆が思うことで、その景気が良くなることを見越した行動を皆が取るから、それによって景気が浮上するわけですよね。で、これがある意味でアベノミクス の第一フェーズの本質だと。予言の自己成就ってやつを引き出して、それに見ようってみんなが動くと実際になる。 でこれをまず最初に引き出して、そこに実態の後から第二フェーズで追っかけでつけていくっていうのがアベノミクスの本質だと思うんで、むしろそこに関しては必ずしも、あの、言葉だけがっていうのを必ずしも批判できないというか、というところはあるよね。後からの実態は僕は何もないと思う。ないですよね。その第三の矢っていうところですよね、よく言われる、そこが一番成長戦略が実際あるのみたいな、雰囲気作りで終了だと思います。いい雰囲気を作った。なんかワクワク感じる。ただここでちょっと僕は間違えないようにしたいなと思うのは、そこはその実態を、あの、追いつけて、あの、そこに実態をつけていくっていうのを、あの、安倍政権がやったことを評価するかしないかって話であって、まあ、評価するかしないか、いや、高く評価するか低く評価するかっていう話であって、それはちょっといわゆるそのごっちゃにして話をしない方がいいんじゃないかなと。その結果的にやってることが印象操作だけだったとしても、印象操作に成功したんだったら評価には、あの、実績には間違いないっていう考え方も、まあ、もちろんそれもあるし、印象操作だけしかやらなかったっていうのと、印象操作と実際にその実態をつけていくための実際の政策を打ったのがうまくいかなかったのか、そもそも打つ気がなかったのか、何も考えてなかったのか、それはちゃんと個別に考えて評価していかないと、あとあと、あの、今後、あの、例えば次の政権とかっていうのを評価していくときに、結局過去のそういった、ね、経験が生かされない。以前のこの祭りごとでその、まあ、経済の話をしたときには、まあ、確かにその円安になっていろいろ景気が回復して、でも結局、まあ、普段は保守的な話をする我々も結局給料とか上がってないし物価なんか高くなってるし結局生活にいいことねえじゃんっていう結論にこうなったんですけど、で、私なんかもそもそもサラリーマンでもなんでもないし、周りにも結構そういう人が多いから、もう私も実家に
感としてはそうなんですよ。景気全然実生活は向上してねえな。でも、まあ、大企業とかに勤めてる人側からすればやっぱりそれはそれで効果がすでにこう実感できるものになってるわけですよ。あ、給料にもなってない。いや、なってないんですよ。まだなってないんですよ。まだその段階では。給料が上がるとかじゃなくてですよ。会社の業績のレベルの問題です。会社が、自分の会社が潰れるリスクが上がったか下がったかって言ったら、やっぱ下がってるって意味では、日本の大多数のサラリーマンは実は恩恵を受けていて。いや、大多数は受けてないんじゃないですか。まあ、そうなんです。大企業。大企業に、まず、まあ、その、働いてる人が、まあ、1% とか言われるじゃないですか。1%ですね。じゃあ 1% の人しか恩恵を受けてない。だから結局のところ、その下請けである中小とか、まあ、逆にその物価が上がって、まあ、原材料とかを輸入するときに、すごいお金がかかってしまって、結局のところ、まあ、苦しんでいるっていうのが、今の実態なんじゃないのかなと。まあ、円が弱くなったっていう。1% ってことは、家族含めても、まあ、2、3% って感じですか。まあ、グループがあるから、ね。まあ、だから、実際輸出に関係するところはすでにその例えばトヨタとかは、まあ、今回 の, あの、まあ、円安になったことによって、まあ、数十億円の例えば黒字に転換みたいな話はすでにニュースとしてありますけど、それがこれからその一人一人にどう影響が出てくるのかっていうのは、でも例えば 春闘であるとか、まあ、そういったものが終わってからじゃないとわからないんじゃないですかね。結局そのアップしたっていうのも、じゃあどれだけその中小にしわ寄せがいっているかっていうのもわからないですよね。あとわざわざ法人税下げてくるのないんじゃないのと思って、法人税を、まあ、だから何とかしてこうあの内部留保を溜め込む体質を変えようとしてるってことなんだと思います、まあ、ですね。だからそのでも法人税下げた分の差もないですね。法人税下げたって内部留保は吐き出されない、吐き出されない、全く吐き出されないから、それとこれとは違うのも違う。だからその賃金が上がったって話も結局のところ賞与の部分だけっていう、一回きりで住むところしか上げていない。ベアじゃないんですね。ベースアップじゃない。全然違う。なるほど、なるほど。それで税制変えようって、消費税で税制か、ね、税収増やそうっていうこと自体がなんか別に、だから結局そのことが根拠になってないわけですよね。それが多分消費税って浮いてるんですよね、アベノミクスの中で。だからなんかアベノミクスじゃないですよね、消費税の増税ってのは。まあ、そもそもだって民主党時代に決まったことだし、民主党時代に決まってるから、それを例えばだから今日、まあ、靖国神社参拝したじゃないですか。で、まあ、参拝したってことは、それだけ自分たちの支持率が高いっていう、ある意味証明にもなるみたいな話が、まあ、流れてたわけなんですけど、まあ、だからそれだけ例えば支持率に自信があるとか、まあ、そういう状態なんだったら、なんでこう消費税を、例えばやめますとか言わないんだろうねみたいな。やめる、まあ、消費税、まあ、やめるじゃないですね。増税を、例えばアベノミクスの政策の中で増税っていうのがこう連続してるのかっていうことなんですよね。だからアベノミクスでも上げる前提なんじゃない、すいません、私後ろの専門家にイメージされてることだけ1個だけ言っていいですか。はい、なんか一応アベノミクスの、まあ、全然まだ総括できるような時が経ってないんだけれども、まあ、一応、成功というかある程度 の, その実績というか、上がってますね。ただ、その消費税を増税をするタイミングをもう来年の2014年の4月っていうふうに言っちゃったじゃないですか。上げることは決まってたけれども、2014年の4月っていうふうに言っちゃった時期が悪いと。なぜかというと、省庁の各省庁の予算案が出る前に言ってるんですよ。ってことは、省庁の予算っていうのはもう消費税が増税されたことを織り込み済みで予算を出してくるから、増税したのに全く収支が変わらないというか、もう予算乗っちゃってるから、消費税増税されて増えてるということが前提に各省庁から予算が出てきちゃったから、増税効果が全くないと。はあ、全くってなるんですかね。まあ、それだけ使われるわけじゃないですか。増えたもんだから国が使おうとしちゃってるから。だからつまり、なんで消費税を上げるっていうふうに言ったかって言ったら、社会保障費に当てるって言ったのに、目的税だったのに、全然関係なくなってるっていうのが問題です。で、またこれ公共事業にやってる、何をしたいんだって結局歴史がそのまま、ね、ずっとやってるじゃないですか。それはなんかその予算案をダメっていう
ことはできないんですか。まあ難しいですね。難しい。もうその計上して出てきちゃってるからね。だって予想されちゃってるわけじゃん。でも予算ってこれから作りますよね。通常国会。いやもう終わってます。もう予算大体そうそう12月にやってるの分かってるんですけど。解散選挙は10月に上がってきます。あそうか。あでしたっけ。あそうかそうかそれ全部か。ただこれが一応あれですよね。集中審議なんだ審議とかこれからですよね。国会で。そこで何か変わるんですかね、僕は変わらない。また茶番をやるということですね。もう終わってる。決まっちゃってる。解散請求が全部出てきた後に増税のタイミングを。なるほど。じゃあ、ちょっとまとめると、その本来だからその目的税だったはずなのに、その消費税分の税収があるよっていうことだけを前提に各省庁がもう点でバラバラに自分のところに使わせろっていう案を出してきちゃって結局的にそれ使われて終わりだと、はい、でもさそれってさ言っちゃえばそれタイミングが悪かったって言ったって、うん、消費税上げれば来年も再来年もその次だって上がるわけだから、うん、結局のところそれで言うと目的税として消費税を使うことがその目的に使うこと自体がそもそも選択が誤ってるってことそもそもなんで他の省庁は使っちゃダメって言えないんですか単純な話これは福祉のために使うって言って税率上げるんだから上がる分の税収はそれ以外のことには使っちゃダメですよみたいななんでお前のところのまでこんな予算上乗せしていくんだよみたいなツッコミはできないもんなんですかまあそりゃできるんだろうけどそういう風になって しないのかなっていう福祉目的税って言ってるだけで結局一般会計入っちゃう。一般会計だからどこがどの部分なのかっていうの明確に分離できないから。そもそも、そもそも色分けできないんだお金に、うんうんね。このお金こっちの税金はこれだけっていうふうにやってならないんだ、ね。でサービスが維持されるかと全然維持されてなくて国庫もこんな2割になるって言ってるし、うん、それってなんでなんだろうなと思ってるね。サービス維持するために増税するんじゃないのっていうふうに、うん、単純に言いたいんだけど。うんまあうんその辺をもうちょっと怒ってもいいんじゃないかなと思う。こんななっちゃってるの誰が悪いんですか。そう誰が悪いんですか。悪いの悪いの探しをするわけではない。する場ではない。うん、まあだからその消費税としてもらったとして。いやでもさっきのその話は、うん、そのタイミングが悪かったっていうのは確かにその通りだと思うけど、うん、それってあくまでも本年度限りの話で、うん、結局来年度以降来年度以降繰り返されていくといくわけだから、うん、そしたら結局そもそも消費税増税を社会福祉のための目的税として定めること自体がそもそも選択に問題があるんじゃないかっていうふうに取れるけどね。社会福祉じゃなくて社会保障だから年金のお金にするっていうことで上げたわけじゃん。そうそうそう。だけど現実問題は不可能だってことだよね。結果的には今そうなんだね。うん。なんか俺はなんかバカだからその不可能な理由が分かんない。なんかその他の党がそれをもうそこで税収が増えることを目論んでその来年度の予算を立ててくること自体がそうしなきゃいいだけの話じゃんっていうかそれを認めなきゃいいだけの話じゃんって思っちゃうんですよね、うん、その単純に考えればですよ、うん、目的税として取るんだとしたら、うん、でも各省庁がそれを要求してきたら望まあそれを認めるしかありませんっていう前提で話になってるのが変だなって話し、口約束でそうなってるから、はい、そういう風になってなかったってことじゃそうやって出てきてるってことは、はい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 、だからその消費税 8% に上げるっていうことを、まあ、全体的な雰囲気として認めるためにそういう口裏約束を本当はしてたっていうことですか。いやいやそういうことではないけれども、省庁としてが逆に約束してないから問題なんじゃないですか。約束してない、まあ、だからつまりあの片方が例えばこのお金を使わないって譲歩する、例えば、うん、あの全ての省庁が、うん、あの消費税増税した分は社会保障に当てないとねっていうのを守って、うん、そのお金を使わないっていう展開にはならないわけです。なんでかっていうと全員が全員ある程度自分の取り分を要求していかないと来年度以降もあの影響が出てしまうからっていう、うん、まあ、つまりだから、うん、誰も引けない状態にあるっていう、まあ、なんか核配備とかと同じ状況なんじゃないですか。その舵取るその政治家でしょ、うん、っていうことだと思いますけどね。社会保障ってのはどの省庁にも存在するんですか。厚生労働省厚生労働省以外はそこを予算使えないみたいなことってできないんですか。結局お金に色がついてないって話に戻るわけですよね。お金に色がついてないし、うん、そもそも省庁が行うお金を何に使うって言ったら公共事業に使うでしょ、うん、で公共事業をさ業者に投げるわけじゃん、うん、その請求書には何が載るかっていうとさ消費税が、うんと、うんうん、いうことは消費税を上げればその分支払い金額は同じ仕事で同じ対価を支払うんだったら当然上がるはずだよ。なるほどね。
あそううん、でじゃあ増税分はどこに当たるかっていうと、うん、一般消費者要は民間での取引の分に関して消費税の増税分が当たるわけですね、うんうん、だけどその部分に関しては会計に入った時に明確に、その部分がいくらかっていうのは分からないから、うんだから、うんまあ、つまりあの明確に分けられるわけじゃなくてだから先に何パーセント上げますって言った瞬間、うん、省庁が出してくる予算っていうのはその分だけ上がるだから、まあ、つまり料金支払いがあの3パー分上がってるから、まあ、自然とそうなるって話なんですよね、うんうん、だからつまりあのその 3% 上がった分を、うん、あのつまり抜いて考える方法がないというか例えばその公共事業に関しては値段がそもそも上がっているから 3% 引いちゃったらその分損するよねっていうだから 3% 上がるよねそろそろアラームが鳴るんですけど、はい、他 の, その問題点とか他の関心事ありますか消費税あと輸出戻し税の問題もあるんですか、はい、輸出戻し税だとあれ輸出企業に対してどん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 お金が入ってくるもうちょっと詳しくその輸出戻し税自体に説明をしてもらう消費税とは日本の国内の消費に関しての消費税だから、はい、あくまでも今まで 5% だからうちも税抜きで、ね、商品売るけどはいはいはいそうあのハーブ農家さんで海外に対しては別に 5% も乗っけて売らないからで売ってないですよねっつって政府は税金を使って 5% 上げるんだだから輸出海外に商品を輸出するじゃん、はい、そうするとあの要は国内で仕入れて海外に売ってるから、うん、その分 の消費税の還付があるはいはいはい、うん、それが輸出戻してなるほど、うん、還付がある、うん、それはだから5%だからその輸出中心の企業は、はい、どんどんその税金で税金分あの税金でその消費税分のお金をもらえるという、うんうん、はいはいはいだからそれは 3% だったら 3% 増えるし 10% だったら 5%、はいまあ、今までの 5% 増えるっていう、はい、あの問題があるなぁと思ただこれはあのいろんな意見があると思うんだけどもあのいわゆるこれっていわゆるその大企業によく一番よく言われがちなのは大企業にあの 大企業に多額の税の還付がいくっていうところが、はい、あの主に問題にされがちだけどもあのこれってその、まあ、TPP とかと関係するんですけども事実上の関税消費だと思うんですね入ってくるものには入り口のところで消費税を取って、うん、出ていくものには税を還付することによって事実上の関税消費を作るっていうのは、うん、これは他の政策との組み合わせによってですけど、うん、事実上可能なんで、うん、あの消費税ってちょっとそのややこしいところが、うん、その単純に税収だけの話で論じられないところがやっぱり消費税の議論するときにちょっと難しいんですよね。なるほど。でも経団連がやっぱり消費税バンバン上げろっていうのは俺それで輸出戻し税が来るからじゃないのって俺は単純に思っちゃうんだよね。うん、でもそれはありますよね、うん、それは輸出企業にとっては非常に有利ですよね、うん、やっぱりもう景気を良くするには内需がやっぱり良くならないとダメだと思うので、うん、俺はやっぱり消費税を上げない方がいいなと思っちゃうっていうふうに思ってる。消費税自体、うん上げなきゃいけないのって感じですか、ね、どうそもそもとしてだから分からないですけど、うん、僕の考えだともう少しインフレさせる狙いもあるのかな、うん、ああそれはね言うね確かにね、うん、借金減るからねそうすると、ね、そう借金減るっていうのが一番でかくて、うん、いやだからあの1円って同じ価値じゃないんですよずっとね、うん、だからそのまあ例えば要するに絶対その金融とかだとやると思うと現在割引価値って使いますよねでその GDP デフレーターとか使ってちょっと難しい話わかんないけど、まあね、わかんないまあ要するにあの、まあ、さっきの話1円はあの同じ時代の1円とあ50年前の1円と今の1円で価値が違うわけであって、うん、物価って上がっていくもんで、うん、それがなってくると要するに昔借り基本的に物価が上がっていくと昔借りた1円を今返すの楽じゃないですかうんうんうんその話、うん、はいはいはいそうでもそこの議論をしだすとまあ、これは時間があってもマクロは、まあ、永遠終わらないまあ消費税の話すると、まあ、基本的にインフレになるから、うん、そうなるんじゃねえのって話終わるらしい、はいはいはい、ただ誰に利益がいってるかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないそれもそうですねじゃちょっとそろそろ次の話題に行ってもよろしいでしょうか、うんはいいますか今あと根本が紹介してるんですけど瑞穂さん何かありますかじゃちょっとせっかくなんで、ね、ここに参加してもらえるような話題を考えてじゃあ根本どうぞ。いいですね。はい。まあ、はい、一試合繰り返すみたいな話もありましたけど、東京オリンピックですよね。はい、東京オリンピックはあのどこです皆さんっていう話ですよね。うんはい、ここはあの If I Am でずっと話してる、うん、結構ね話してるんですけど。
あ、おもてなしやりたかったです。あ、おもてなし、おもてなし、はいはいはい。はいはい、クリステルさんね、流行語大賞取ってしまいましたけど、ね、そうね、ちょっと今年の流行語大賞ひどいましいね、同着用マッシすごいしますよ、みんな話はたまらないです、いまいちあれの何がいいのかよくわからない、まあ、だから、まあ、滝川クリステルが可愛いってことだと思うんですけど、あ、おもてなし結局のところ、はい、あの雰囲気だけじゃないですか、使いどころがないじゃないですか、なかなか、だからまあ東京オリンピック使いどころがないってなんかけなしてるよね忘年会とかで使いますよはい、じゃあ東京オリンピックについて一番本ある人、はい、これもすごく反対してる人もいますよね、中には、はい、うん、反対の人います、反対の人やる気はねえよでしょまあでも反対つかないよね、あ、いたいた、じゃあまず平戸から、うん、はい、いやー、別に金使ってやらなくていいんじゃないかなって思っちゃうんだけどな、でもスポーツは大好きなので、はい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 、難しいなと思いながらね、サッカーはサッカーワールドカップね、でもその結局ブラジルでもそのワールドカップもオリンピック言いますけど、あれでそのすごい経験がガーッと上がったって言われながらも、最近はもうなんかそのあのブラジル人でさえワールドカップを反対する層が出てきてるとか、スタジアムにいっぱい投資して俺たちの敵何使うんだって言ってる層が出てきてるっていうことがあるので、そういうあんまり金かけない方がいいなって思う、はい、結局さ、宮城県に住んでいる身としては、そのワールドカップのために宮城スタジアムを作ったじゃないですか、ね、あれは維持費がすごいかかってて、結局宮城県政 その財政を圧迫してるみたいな見方だから、はいはいはい、それ見てる身としてはどうなのかなって僕も思ってますね、まあ、じゃあ経済効果とかっていう観点ではちょっとなんか3兆円って聞いて、俺3兆円っていうのが、まあ、繰り返し報道されましたね、うん、からその3兆円がどこに落ちる3兆円になるかっていうのは、まあ、確かに基本的には公共事業を消して、まあ、政府には落ちるものではないけど、うん、まあ、どこでどのように動くお金なのか、うん、流れるの、お金の流れがどこに生じるのかっていうのが重要だね、うん、あ、そう、私ね、おあの何ドドイツじゃなくて、あゆせなし、あゆよさくん、はい、はい、来ました、あゆせなし、汚染水漏れても適当に流して知らんぷりっていうのが、なるほど、脱原発汚染水、脱水、はい、結構流行ったんですね、流行ったんですね、こういう言葉で、そうですね、このプラカードを掲げてた人がいて、なるほど、なるほどな、あの時にほらね、安倍さんほかいたじゃないですか、まずそっちからブロックされてるんでね、もうあの時点でね、私はもう、だって15万人まだうちなくて、やってるのに、そのうちもなんともできないのにね、オリンピック出場作って、わーっと景気だ、景気だって言ってる、今はちょっと早いんじゃないっていうね。今原発問題の話に行っちゃうとちょっとあれなんですけど、例えばその、原発、例えばそのオリンピックより優先をすべきことがあるだろうっていうその批判って結構あると思うんですけど、そういう考え方ってどうなんでしょう、その別個のものとして考えるべきなのか、いや優先順位はあるよねっていう話なのか、どうなんですかね、お金の流れで優先順位自体はあると思うけど、うんうん、でもみんなどう思ってるからね、いや私は逆にそのわざわざ気仙沼出身の選手とかまで出してオリンピックの誘致に PR するんだったら、本気で東北復興になるような企画やってくれよって思うんですよ。これで結局東京でわーって盛り上がって終わりだったら、あのスピーチ何だったのって思っちゃうんですね。宮城オリンピックにしてほしいよね。そう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 、宮城でやれよとかって、宮城っていうか福島とかさ、岩手とかでやれよって、仙台オリンピックですよ。いや実際になんか私も聞いた話だと、うん、やっぱり作業員こちらに入ってる人たちが、はい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 、もうこっちより向こうの方が金高いしっていうので、はいはい、移動始まってるんで、そのオリンピック関連の事業に携わって、今ほらこっち圧倒的に人も物もなくて困ってるじゃないですか、あの、でも思ったより反対してる人多いんじゃないかなと思ってます思ったより反対してる人多いのかな思ったより反対してる、まあ確かになんか日本ってさ、こう雰囲気でこう行っちゃって、まあ、ちょっとって思っても言えない人俺たくさん結構いるんじゃないかな。でもそれは両方いるんですよね、なんか別に賛成だけど別に声上げなくてもいいかなって人と、それは結構両方いるから、いやでもやっぱり言ってる人メインで圧倒的にオリンピックって感じじゃないですか今、そう、まあ、世間的には、ね、世間的にはとかにね、やっぱりとか盛り上がるから、テレビは盛り上げますよね。そうだからやっぱりそれに引きずられて、うん、やっぱりこう行くしかないかなっていうかね、うん、それに職員が言ってましたけど、うん、都知事選で、うん、そのオリンピックだけじゃなくて、あ、間違った、断密だ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 、そう、都知事と断密だ、サンデージャポンですね、だいぶ変わったね、どっちも言ってたんですけど、断密がサンデージャポンで、よーって
壇蜜さん今度誰がいいですかって時に、いやそのオリンピックだけじゃなくて うん、それよりも仕事がいっぱいあるので、そっちをもうちゃんとやっできる都知事さんを選んでほしいですねって壇蜜さんが言ってました。なるほど。あなた頭いいですね。あ、そうなんですよ。私テレビ最近見ないから全然。壇蜜にお酒ついてました。長谷川くんあんまり発言が少ないので、どうですか。どういう振りですかそれ。いやいや、東京オリンピックについて。東京オリンピックですか。はい、僕はあの国立競技場、はい、あれの、ま、前リファイアムとかでも話したんですけど、設営が結構お金かかるみたいな話をしていて、はいはいはい、ただなんかちょっと建築とかに携わってる友達に聞くと、あれを中心にこう街づくりをしていく必要があるみたいなことを聞いていて。東京で。うん、まあ、今早速なんか高速道路とかね、立て直しみたいになりますよ。じゃあなんかあの国立競技場もだいぶ欠陥があるみたいで、サブトラックを作れないとか。ああ、はいはいはい。結局その国際大会開けないんじゃないかみたいな。国際大会は開けるけど、あれだ、その市民レベルの大会が開けない。あ、逆に。はいはい。だからその国立競技場はその東京オリンピックの時だけサブトラックを仮に、うん、あの開設するんですけど、うん、普段はないから大会できないみたいな、そういうなんかね、ちょっと根本的な欠陥みたいなのがいくつかあるらしく。作るの日本人じゃないんですか。じゃないじゃない。設計、設計、そうそう、設計士がね。そもそも応募要件に日本人が当てはまらないようになって、うん、なんでとかって話ですよね。あの東京オリンピック の、まあその競技場を、うん、あの作りましょうとなった時に、そのスタジアムのデザインをする人を募集しますみたいな、うん、だからそうから要望があったんですけど、 なんでっていう、まあ、それが結局世界の例えばなんか賞をいくつ受賞しているとか、うん、まあそのまあ、世界的なあの、まあ、権威である必要があるみたいなの、まあ、ことが、まあ、細かくいろいろ載ってるわけなんですけど、そういう日本人ないの。それに当てはまる日本人が現在存在してないと。だから、まあ、うん、なので、ちょっと元から日本人が設計するの無理だよねって話は元からされてたと。あ、ちょっとオリンピックの話で、はい、ちょっと政治じゃないんですけど、はい、あの開会式誰やるのかなって俺いつも気になる。開会式誰やるのかなって書いて、その世界的な人いるみたいな、まあ、宮崎駿的なあれですよね。だから手塚治虫がいればね、手塚治虫なんだろうけどなみたいな。この前宮城のラジオ番組でそれやってたな。なんか坂本龍、本命が坂本龍一とかで、で大原で宮城県の希望としては、うん、あの菅野陽子にやってほしいみたいな。菅野陽子、宮城県出身だから。で、あのアニメの作曲をしてる人なんですよ。だからそのオタク文化的な意味でのあれはもうあのかっこいいやつね。音だけじゃなくても全部チームオフでいう、あのなんとかかんとかっていう監督がこう竜ビャビャビャってやったりするやつとかいうのは日本の誰やのか。あ、演出家？演出家。あのハイパーメディアクリエイターの人とかじゃないですか。あの人やな。それが早くらいやねん。たけしになっちゃうのかなみたいな。いやだな。開会式とか見ないからどうでもいいんだけど。いや、そんなやるとなったらそういうわけにいかない。なんかあのもったいないがせっかく流行ってるんだから、なんかすごい質素なことやってほしいですね。あえて、あの非常に逆あれだよね、逆に決めるもっとなんか小さい予算の中で、そうそうそう、やるのにしてやるのが面白い。確かに、だからそんな別にさ、巨額の予算使わなくたって、ね、うん、まあ、逆に言えばもうすでにあのこれ利権の話になっちゃってるから、巨額の予算使わないと日本でやれないっていうのがあるんだろうけども、うん、むしろなんか日本でやるんだったらね、こう足していくよりも引いていって、うん、こう少ない予算でこう何とかして工夫を凝らしてやるみたいな、こうやり方をやってほしいよね。でも政治系のなんでやってくれないだろうって感じだね。まあできるかできないかはまた別の問題として、そこを目指してほしいんだけど。目指してほしいですね。どうせやるなら本当に、なんかアイデア勝負みたいな、もうそのかけたお金じゃなくてアイデアで勝負してきましたみたいな。ただそれでじゃあだったら日本でやらねえよって IOC に言われるんだったら、それはそれで僕はいいじゃないですか。なるほど、いいと思いますけど、日本でやるならオリンピックはこうだと、この予算でこういった形で工夫を凝らして、うん、この予算だけどどこのオリンピックよりも素晴らしいものをやると、うん、これで文句あるんだったら別にやらなくても結構です、うん、いや別にこびる必要ないんだから、うん、そうやってやればいいなと僕は思うんだよ。逆にこんなで金ありますからうちでやってくださいって言ってましたもんね、うん、実はそのアピールがすごい強かったって話ですよね、うん、日本こんなになんかあの貯めてますみたいな、こんなにお金貯めといたんですみたいな感じでざわざわざわみたいな。そもそもお金を使って素晴らしいものを作るってのはこれ日本の美学じゃないと思うんですね。まあ、そうですね。先にあるもので、うん、いかにこう知恵を凝らして美しいものを作り上げるかってのが本来日本の美学だと、まあ勝手に思ってるだけかもしれないけど、そう思うから。だからやっぱりそういうやり方をして、うん、その代わり当初はこの予算って言ったけども、この予算でやります、うん、この分はあの、まあ、日本の東日本だったり世界中のいろんな諸問題の解決のために使いますとかね、うん、
まあ、それいろいろやり方なんていくらでもあると思うんだよ、うんうん、だからそういうこうやり方をぜひやってほしいな、まあ、日本の美学というよりやっぱり世界がそういうふうにもう方向転換しないともうやっていけないんじゃないですか、うんうん、そうそうそうそもそも、うん、その先頭を切るってことですよ、ね、それぐらい次の東京知事がいや、やはりそういったやり方で東京オリンピックはやりますと、うん、もう IOC が文句言うならやらなくても結構ぐらいのこと言ってくれたら全面的に支持するんだけどね。それでどっち勝ちますかね、世論は。どうだろうね、想像つかないね。仕方ないですよ、さっきの話ですけど、結局、そうそうそう、結局、そのね、マスメディアの情報に結構我々はさこう左右させられるじゃないですか。マスメディアはお金使った方がいい側だから、そういう意味で言ったら不利ですよ、絶対負けますよ、うん、自民党が去ったところを見れば、うん、そう負けますよね、スポンサーなの。あの現実問題言ったら負けると思うですよね、うん、だけど、基本的な思考としてはそういう方向を目指してほしいと思うし、うん、逆に言えば、本当にそういった形がいいとみんなが思うんだったら、うん、みんながそれを、その意見をちゃんと口に出していって選挙に行くべきなんですよ、うんうん、で我々の選挙に行くとちゃんと宣言して、うん、想定権を表に出していくので、うんうんうん、それによってそれをこう本当に実現しようという政治家が立候補して、うん、その人にみんなが投票して当選するわけでね、うん、それね実務能力とはまた別の話だよ、うん、それが重要だよねで基本的にはそれを、うん、そういうみんなが参加する場を作るっていうのがこの番組の目的なわけでしょ、はい、うん、次の話東京都知事でそのまま行ったらいいじゃん。あ、そうです、東京都知事、うん、都知事あれ何ですか超賛成だあ、いやいや違う、言おうかなって思ったのをすごい、あの、アート関係の逆にそう、美佐子さんだったらどんな演出してるの。そう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 、いいっすね、どんな演出オリンピックね、手作りオリンピックでもなんか DIY でなんかいろいろやって、うん、子供たちが作ったのバンバン置いてるとか、そうそうそう、子供たちとかがなんか子供たちに意見を募ってみるとか、うん、そういうのなんかそういう、うん、なんかワークショップして国民参加型みたいな意見を募集して未来志向のことやってほしいですよね。まあ確かに、だからもうあれですよね、だから世界的な権威が作りましたじゃなくて、うんうん、全然その宮城の子供たちが作ったんですよみたいなので、うん、そういうのってあるっていう。確かに、じゃあ基準がおかしいですね、うんうん、基準がじゃあなんかこうコンクールで金賞をもらったことある人ぐらいに落として、うん、70歳未満の大体さ、コンクールで金賞をもらってってさ、そんな人に作ってもらってってさ、どうせ飽きが来るから、大したことないから、うん、新しいこう、なんか新しいこう、有望な若手を育成する場に東京オリンピックさ、そういうのが必要だよね。だってアベノミクスにもなんかそのね、若者がとか書いて、世界に勝てる若者ってさ、なんか世界に勝てる若者って書いてあるからね、これ押し出してやってくれよみたいな。その権威じゃないとできないっていう空気を打破する一歩目になればいいっていう、うん、確かにそうですね、うん、はい、じゃあ次の、はい、都知事行きますか。いいですよ、はい、あのでもなんか、もうコントですよね。でも東京都知事はちょっとコントになっちゃう東京都知事はあれもう字が適当あれ話すんですか。いや、どうなんでしょうね。何もなくないですか。辞めました、はい、次選挙です、はい、終わりとか、ね、なんかこう、いや、猪瀬さんは実は正しかったんですみたいな人がむしろここにいるなら、むしろその人とこういろいろ話をしたい。いや、むしろ聞いてみたいよね。そうそうそう。あ、でも、それで言ったら私は、いや、正直、くだんないなとは思うんですよ。あの私はどちらかというと政治家がクリーン、あ、そう、それでヒラードとフェイスブックでやったりしたんですけど、私は政治家がクリーンであるっていうことを望まないんですよ、私は。うん、そうですね。はい、だって5000万円あったら、だから私は5000万円受け取れないですよ。使ったことないですもん、だって、うん、5000万円なんて100万円も使ったことないです、私。今まで最高金額は多分イタリア旅行の20万とか、中学生の時に買ってもらったパソコン25万とかでもやっぱり世の中を動かす仕組みの世の中を動かす仕組みとかに携わってる人って5000万円あったら何ができるかってことを考えられちゃう人たちだから、なんかその5000万円っていう、いやでもあれ個人的にもらってる5000万円だって、まあまあそうですよね、予算の中でやるのが都知事の仕事、うん、あ、まあもちろんもちろん、そうだから、なんかそういう意味で言うと なんていうんですかね、その我々は潔白であることを望むけど、それは我々が金持ってねえからなのかなって逆に思ったりして人間ってそんなに強くねえんじゃねえって思うんですよ。
だもちろん猪瀬さんが私は栃木を続けるべきだとか全然思わないですよ。それは嘘をついた時点で。私はあの借用書とか5000万円のカバンですってやつを見て、あもうこいつには芸人としてはすごい面白かったですね。あんなコントはなかなか毎日ニュース面白かったですね。朝笑ってましたもんずっと。残念だけど今年彼を超えるお笑い芸人は出てきてないんですよね。もうかわいそうなこと。つまらないです。借用書とか何考えたら作ったんだろうね。すごい自信持ってる。借用書がなんか証明の証になってるとか。でもまあそれはあえて言えばやっぱりそういうその、まあ、そういう部分だとか、あとはそれこそその漢字の読み間違いだとかっていうところで俺は政治家を判断するっていう風潮自体は私は大っ嫌いなんです、うん、強いて言うなら今回のこの話で言うと、うん、なんかでもそれぐらいしかちょっとこの話題盛り上がる。あれの本質はだからそれじゃなくて結局5000万円は裏金でその東電分院、うん、東電に口利きしてもらったやつでしょっていう話がやっぱり問題なんじゃないのって。結局その特集会のその裏に隠されているそのところって全く解決されていなく、結局なんかその東京、俺その東京都議会もバカだなと思ったのが、百条委員会あれもう取りやめたじゃないですか。ちゃんとやればいいのにと。うん、だから、まあ、真実を明らかにすればいい。大体辞職したらできないの、うん、特に辞職したから OK ってことにしたんじゃないですか。せっかく OK っていうか手打ちにした。そう、手打ちに。特集会はなんでもっと追及されないんですかね、彼は。特集会のほかで自民党の人に他にもいっぱいいて、まあそうですね。特集会を追及してくても猪瀬さんだけじゃ終わんなくなっちゃうから。終わんなくなっちゃって間違いなく一緒争いで政権党としてはそれはもうここでこう切っといた方が得だと思った。自民党政権としてはマスメディアはなんで追及しないんですかね。お金が入ってる流れてる、まあいろいろあるじゃないですか。よろしくお願いします。まあいつもの流れだとね、うん、これでいわゆる、まあ、自民党議員だからさ、はい、まあ、自民党だからさ、うん、これでこれだけの問題を起こせば、うん、まあ、これ野党もそうだけど、うん、いわゆる首相とか、ね、自民党総裁とかも、ね、責任追及、うん、まあ通常であればなりますよね、まあ、されるパターンが多いよね、うん、実際にそこに責任があるかどうかは別としてもね、うんうん、だけど今回そういう流れがないっていうのは、うん、いつもとちょっと流れが違うので不自然さがあるんです。本当は承認喚問とかあって叱るべきってこと、はい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 、ただその反面、うん、そんなことで今この局面で時間を浪費してほしくないっていうのがあるんで、うん、複雑だよね。まあ、だからやっぱり今までだったら追及すれば例えば政権交代が起こせるとかっていう何かしらこうゴールみたいなものが見えたけど、今とその自民党の議員を追及してその後どうなるかっていうのが見えがたいっていうのはあるんじゃないですか。まあ、つまり結局まあ野党に全然強い野党がないっていうか、うんうん、まあでも特殊な事件を生むのはさ、うん、本来は別に他の仕事じゃなくて、うん、でも県庁は県庁ですから、まあまあ、そうそうそう、表立って、まあね、それがきちんと明らかになることを期待するしかないですよ、うん、そう、うん、全然関係ない人たちですか。関係ない人たち、フリップに書いてもらう。関係なくないですけど今日僕驚いたことがあって、はい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 、安倍総理 の, そのツイッターのアカウントあって、はい、フォロー数2ってあったんですよ。あ、はいはいはい、誰かなと思ってちょっと見てみたら、うん、まあ、1人は奥さんだったんですよね、はいはいはい、橋英夫人、うん、もう1人がなぜか猪瀬さんだったんですよね、うん、っていう話なんですけど、そうなんだよね、あれなんでなんですか。猪瀬さんフォローしてんだよね。それすげえ不思議だな。なんかでもそれはなんか操作ミスな気がする。操作ミス。まあ気になるんじゃないですかね。そうそうそう、関係は、まあ、だから絶対関係はあるんだよ、ね。いやいや、それは関係はあるだろうけどさ、待ちすぎだと思うけど。はい、まあ、だってどっち、あ、じゃちょっと、はい、いいですか。あの祭りごとにもっと華やかな雰囲気をこまたせるような策とかっていう話はあったんですか。はいはい、関係ないです。あ、別の話として。関係ないです。じゃあちょっと、じゃあ次のテーマいきますか。次のテーマそれやります。え、何いや、なんかもしテーマが一段落してるんであれば、いや、あの祭りごとのこの男臭さを解消するため。あ、それは祭りごとって国の祭りごとじゃなくて、それをちょっと水戸さんに聞いてみたいかと。そう、え、女子を引き込む。そう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 、もう政治と女子が関わりやすくなる空気。そうそうそう、それいいね。ああ、いい置き換え方しましたね。政治と女子が、うん、でも選挙キャンプは女子多いよね。うんね、うん、そう、罰ゲームはなぜ少ないの。それを俺が集めてるからっていう。あ、そう、何が違うか。単に主催者が独裁でいうことです。俺いる空間と男多くなりますよ。じゃあ俺も悪いっていう。いや、だから、あのそもそもとして女性が政治にどう
いうイメージを持ってるのかなみたいな話から多分なんか注目するところが違うような気がします、うん、なんか選挙キャンプに来る方は、うん、やっぱり子育てとか、うんうん、確かに教育にすごく興味があって多分こういう話題じゃないもっと暮らしに密着したことでこう選挙のこととかを話すから確かに僕ら国防とかって言ってましたけどそれは大丈夫あるんだよ女性を増やすっていうことが、うん、必ずしもここで女性を増やさなきゃいけないみたいな話さこれはいろんな意見が出てきちゃうからさあまりそういう表現は望ましくないと思うんだけど、はい、まあただ多様な参加者を確保するというのは非常に重要だ、ね、いやまあ、うん、それはあの綺麗な言葉で言えばそうですけど、まあ、ぶっちゃけ男とだけ話しててもつまんないですよ、うん、あ、そうか、ええ、あのモチベーションを上げるそうモチベーション確かにそうあと見てる人も身近にするためにもね見てる人にとってもね身近にするには身近にする番組だから身近な欲求と結びつけた方が早いそうだからそこに対する男性の意見を聞きたいとうん、性はその自分たちだけでそれを考えてる気がするけど男は本当に考えてるのかみたいな感じだと思います、うんうんうん、なんか一回来てもらって、うん、来てもらうしかないかでもやっぱもっとテーマ設定をもうちょっと生活に密着させないと、うん、なんかもう2013年の振り返りだとか特定秘密方法とか言ってる時点で女性は来ないよねとやっぱさそれをさなんかあの確率的に男性はこうでしょ、まあ、まあ確かにそうですねまあ確かにそういうのに興味ある人もちゃんといるはずだし、うん、逆に生活に密着した話題をしたいっていう男もだってたくさんいますもんね、うん、選挙キャンプには傾向としてまあ傾向として選挙キャンプではそういう話題が多いな多い、ね、女性が政治に関心を持つきっかけみたいなのがあればなんか知りたいなと思うんですよね男女関係あるのかな従来は消費者運動、生活それからそういうやっぱ子育て学校を中心にしたやっぱりところですよね、うんうん、やっぱりそこから地域的な問題が起きてきてそこでこうあれどうなのっていうところから始まるってこれまでは割とこう女性が中心になるのっていうのはそういうのが多かったと思います、うんうん、だとしたらあれじゃない一回さ、はい、もう女性を集めて募集して、うん、男性陣はあまり主張せずにむしろいろいろ意見を言ってもらう会を一回やって、うん、でそれについてでそこで出た問題に対して議論、うん、その時間以降で議論していくみたいなことをやるみたいな、うん、とりあえず、うん、だって今の段階で我々で議論してても、うん、そこで出てくる意見がどういったことを問題視してるかっていうのは、うん、ここの誰も答えられないわけでしょ、うんうん、だとしたら、うん、実際その人たちにもう頭下げて来てもらって来てもらってもう言いたい放題言ってもらって漆田袋の滝みたいなのってでそこで出た問題をその次以降でこうみんなで話してくる、うん、なるほどそれをやれば、うん、少なくともなんかどこに関心を持ってるかっていうのはその時外で見てます平気ですよだからこれ我々がもうこっち星座ですよ星座だから だから女性陣みつほさんとか女性陣がこっちに来てこういうのはダメなんだよねっていう話をしてもらってまあまあこういう話をしたいんだとかっていう話をしてもらって入ってこう成長するその時の限りユーストさんですよ来いよ来いよまあその時は俺仙台にいないからさすごいいいですねそれもう爆笑しないと大変な、うん、面白い映画できそうですがまあでも確かにね、うん、結構ね性的に偏ってるっていうのはあれですよなんかまあ性別が偏ってるっていうのは確かに、うんうん、こういろんな意見を出す上では多分問題だと思うけど、うん、あとなんかもうね、うん、深いところにばっかり行っちゃって全然でも聞いてる人置いてきぼりになっちゃうんですよねこの番組いつも、うん、国体みたいな感じになってくる国とはみたいな感じになってくる使う言葉もだんだん専門用語になってきてゆりたんは毎月やってるんですよそうですね、大体月に1回ぐらい、はい、ただまだ日程がちょっと不定期になっていて今まで何回ぐらい今これ18回目ですか、はいはい、女性作るんですいつも中子さんぐらいですね、毎回、まあ、あとはドット JP のスタッフの女の子とかちょこっとちょこっとすごいじゃあすごい身近なこう政治の今年の問題って何ですか、ね、ああなるほど身近な話題今年の2013年私のっていうああ私の2013年僕は私の2013年もう男しかいないからあの瑞穂さんに聞いて身近な話題そう、うん、身近で政治を感じる人なんか
これそう、そう、この空気がいかにその政治と実生活が乖離しているかっていうことを表してますよね。なんかあります、生活で成長を感じた機会です。育休3年だから、あーそれは保育制度、はいはいはい、あ、会社のパッと思いつくのが消費税になっちゃうんだよね。あ、この話題やったら入ってきたらいいじゃないですか。立場上、立場上、はい、陰で今日は待機児童とかそういうところで、待機児童問題、はいはい、待機児童問題、うん、今年のテーマ、まあ、今年常にずっとテーマ、常にずっとテーマ、なんかその街中の俺小学校とかっていらないと思うんですよ、うん、ほほっていうのはあの、うん、なんかそのドーナツ化現象で僕が行ってた学校って全校生徒100人ちょっとだったんですよ、うんうん、そんな学校っているのかなってずっと思ってて、で小学校行ってたんですよ。例えばその学校がなくなったら、うん、その学校に通ってた人たち、あの普通に周りにも結構あるんですよ、小学校自体は。例えば僕東二番町ってとこ通ってたんですけど、片平だって近いし、荒町だって近いし、まあ、木町だって近いし、で通えるんですよ、その歩いていけば全然、20分だけ歩けば。仙台市民特有で、仙台市民的な話題だね、それ、はい、だって俺中学校とかバスで30分だったし、田舎だから。あの教育的な観点で言えば、あの生徒対先生っていうのは1対1に近づけば近づくほどいい教育が、じゃあそれは1つの学校でクラス増やせばいい、まあ、確かにその通りなんだけど、まあ、で俺そう、はいはい、で僕が思っていたのが、うん、そこには幼稚園が存在するんですよ。東二番町幼稚園がありますね。同じ敷地にあるんですよ、小学校と幼稚園、うん、だったら幼稚園の方を充実させた方が絶対その市民のためにはなると思うんですよ、うん、小学生はだからそこはもう幼稚園に特化しちゃって、そこの小学生は別の小学校に行けばいいかっていうことで、子供園みたいなの作ればいいと思うんですよ、うん、小学校わざわざあれいらないだろうってずっと思ってたんですよ、通いながらもずっと。東二番町小学校ね。それはなかなか小学生としては、なかなか面白い。いらないです。こんな小学校、ここじゃなくていいのか。別になくて、ね、あの人数少なくて、弊害がすごいあったんですよ。うん、なんか、僕のクラスは20人いなかったんですよ。で一クラス、一クラス、所持内過疎化状態、20人もいたんですか、私の娘、秋江小学校8人、まあ、そうですね、そういう小学校は絶対必要だとは思うんですけど、いや、それは地域的なんですね、つまり、それは別の理由で少ないからね、なんとも言えない。都会にある人少ない学校とか、これはなくすべきだと思います。なるほどね。まあでもそれは昔は多かったもんね、もっとね。多かったね。そうだね。だ結局なんでそこ、毎回再編の話が出るんですけど、うん、なんでじゃあ潰せないかって、OB の力が強すぎるんですよ。へぇなるほど。だ結果として、その、まあ、まあ、俺から言わせてみたら、エゴですよ、多分。エゴを推し進めてる人が多すぎて、なくしたくねえと。そう、まあ、でもそういうこと言う人はなんかそのあれだよね、高校の共学科とかに口を挟む資格はないよね。まあ、そうですよ、ね、みんな言うよね。みんな言うよね、あの1校2校1条、うん、すいません、すいません。それぐらいやっぱでも出身校に対する思いってのはそれだけ強いってことですよね、まあ、そうです。しかも毎年増えていくわけだし、あの秋生の校長先生がね、はいはい、あの一回話してたら、はい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 、やっぱり校長一人で、はい、顔と名前きちっと覚えられる100人ぐらいが理想だよね、はい、あ逆むしろ言ってました、むしろ、はいはいはい、それがもう標準になる、はいはいはい、本当は確かにことが本当はいいんだろうけど、ね、その話を聞くともうマンモス校で先生が生徒のこと把握してませんみたいなことよりそっちの方がいいんじゃないかと思う。それそうですよ。でも町の教育委員会はでも結構なんかその切磋琢磨することで、うん、なんか伸びるんだっていうふうに言う町の教育委員会の委員長がいる、うん、あそれ俺なぜすごい問題かって思ったのが、はいはい、ある時に男9人女1人っていう学級があったんですよ、はいはい、それどうなんて小学校でそれって、あ仕方ねえやな、でもな2年だろうな、いやだからそれって別にもそれそこまでするのかっていう、でも仲良くやれんじゃない逆に、まあね、まあまあまあどっちが不幸、どちらもですけど、難しい、スタッフがない限り潰しちまえばいいんじゃないかみたいな、うん、だからその、うん、どっちかというとその幼稚園教育とかその、うん、なんだろう今待機児童で困っているとあんなにいい道ないですから、まあそうだよね、うん、
なんか確かにあの今ある施設で必要性が下がってきてる施設があるんだったら、うん、幼稚園に変えてこうぜって、うん、それは全然あっていい動きだ。だから結局の、うん、例えばじゃあそこに老人ホームを一緒に作ります、うん、そしたらすごい交流の場になって、うん、いいなんだろうモデルケースになるんじゃないかって、うん、実際やってるところもあるし、そういうふうなやり方もあるんじゃないっていうふうに思うんですよ、うんうん、いいね、なんか身近になってきたね、うん、それはあれだね、あの、まあ、必ずしもどちらが正しいとは断言できないから、うん、いくつかやっぱりモデル校を始めて、うん、でそこで成果を積み上げて、うん、でブラッシュアップしていくね、うん、あの保育所と老人一緒のところは少しずつ増えてますね、うん、だからそういうのを街中でできたらすごい面白いんじゃないかと思うんですよ、うん、確かに結構政治を身近にユースリユースとって言ってるじゃないですか我々、はいはい、だからなんか結局その自分の身の回りで、はい、あそここうなったらいいんだよねみたいな話ってわりかしあの政治につながっていったりするじゃないですか、はい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 、なんかそういう会設けてもそういう会っていうかそういう時間設けてもいいかもしれないですね、うん、それを女性方々に言ってもらう、うん、そうそう、はいはい、今あそこの通路が狭いみたいな話、米丼さんは甘いものとかファッションとかダイエットとか、うん、う政治と掛け合わせるの難しいよね、ファッション政治家は分からないけど、でもやっぱここは生きていきにくいと思ってる点を挙げてもらうっていうところからやってます。そうなるとやっぱり市議会の方とかを呼んで話聞きたいですよね。てか、家呼べないの？家呼べないの？白木さん呼ぶって話だったじゃないですか。そこ名前出すのまだ交渉もしてないのでそこで名前を出しますいや呼びたいんだけど、うん、だからちょっとその今新党結成したばっかりでバタバタしてるからちょっと声かけるの申し訳ないかなっていう感じでちょっとまだ声をかけてないんですけど、本当はね仙台にいる議員さんとかね来てほしいですよね、うん、あとやっぱそのとかね来てほしいですよね、うん、議員さんとかねまあでもやっぱりそのなんていうんですかね、そのまあ国政とその地方ととか、あとこういう身近な話題と遠い話題とってやっぱり全然話がやっぱ違うなと思っていて、なんかそのなんだろう今の話題だとなんだっけ、ちょっと思いついて忘れちゃったんですけど、なんかそのどうしても祭り事でやっていると、まあ、そうは言ってもこういう視点もあるし難しいよねとかって話になよくなっちゃうじゃないですか、保守的な考え方だから例えばもう原発の話なんてその最たるものですよ、やっぱりその反対する側の反対気持ち的には反対だし、でも賛成する人たちの意見もきちんと吸収しなきゃいけないしってなっていくと、最終的にはどん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 その情報を得れば得るほどこうどっちだか分かんないっていうところに近づいていっちゃうっていうところ、でもこういう身近な話題っていうのはもっと全然なんかそことはまた全く別の次元の話じゃないですか、私なんか例えば自転車好きだからもっとこう自転車があまりにもあの街中でちょっとあまりにも自転車差別がひどいななんて私は思ってるわけですけど、まあそれもでも政治ですよね、そうそうそう、それも政治なんですよね、なんか街づくりとかそういうところですよね、そういうところだったら、本当だ、今大学教育の街づくりってすごい、そういったことについて話してってことで、うん、なんか今話すの知識のぶつけ合いみたいな感じになっちゃうとどうしても、あ、そうそうそう、どんどんなっていい、まあ知識を問わないっていうのもテーマなんですよ、うん、そうなんだね、言ってるんだけど、言ってたけど、やっぱり入れなかった、そうですね、そうするとやっぱりもっと、いやこうしたらいいじゃん、こうやったらいいじゃんって言って、うん、なんかじゃあまあ、だからそれこそ政治家の人に頼らなくても、だからそう、うん、政治家の人に頼らなくてもこういうアクションを起こせるよねっていうような結論を出せるような話を、うん、確か2回目3回出れる前でそういうことをやりたいねとかって言ってたんですけどね、どん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 話が深い方向に突入していってしまう、結局やるタイミングもなんか大きい問題があるとよし集まるかみたいな感じになってそうそうそう、だんだんそういう集まり方になっちゃったから、もうしばらく選挙もないことだし、一旦なんかそういうなんだろうな、本当に身近な話です、まあ、だから国政じゃないってことだよね、そうそうそう、国政じゃないんですね、仙台のこと限定とか、宮城のこと限定とかだったらいいかな、そういうテーマの話をしよう、市議会傍聴しに行ったりしたら面白いんじゃないかなと思って、市議会を例えば傍聴しに行って、うん、で聞いてきたけどどうやみたいな感じで、うん、感想戦みたいな感じで始まる祭り事、そろそろあの2月3月議会が始まりますし、そっか市議会は2月、2月3月1月じゃないんでしたっけ、うん、そっか次回はね、4回目でしたっけ、そうですね、あの3の倍数ですね、3の倍数、3の倍数、3の倍数、そうね、3の倍数、なんか変なことを想像してた、俺も想像してた、なんか、本来はやばいな、言わないで、あの、県政の話だと、はい、
医療費、村井さんが医療費はあの撤廃するって言ったのを、はいはいはい、結局けんあのみんなの要請聞いて国でそれ面倒見なきゃダメだってなったっていう話がありましたね、はいはいはい、免除、医療費免除を認める、無料化するっていう、いやそれってなんかこうみんなの力になったからそういうことなのかなと思ってます、ね、結局知事が決めたわけじゃなくて国がまた復活させたね、あ国が復活させたっていうこと、うんうん、池さんに聞きたいんですけど、はい、無料っていう政策って僕すごいダメだと思うんですけど、ええ、よほどこまめなことができてないとおそらくマルハザード要するに、うん、いわゆるタダからどんどん受けちゃうっていうふうになるがちですよね、うん、だからよほどうまく健康管理例えば病院とかだけじゃなくて普段からどういう体制作ってるかっていう大きな自治体でやるのってすごいやっぱり難しいと思うんですよ、うん、だからなんかその無料って聞くとなんかよくなっちゃうよ、ね、医療とかに関しては私それは本当に思っていて、結局その、まあ、すごい語弊がある言葉だと思うんですよ、そうじゃない状況の人たちもたくさんいるんですけど、結局その内科とかってもう要するにおじいちゃんおばあちゃんのたまり場になっていると、うん、でやっぱその社交場とかしてるんですよね、結局病院が。でその例えばで私その一時期スウェーデン の政治状況みたいなことを書かれている方とお会いしたことがあって、その人の書いた本を読んだんですけど、例えば、まあ、水曜日に限らないと思うんですけどね、例えば風邪ひいたら家で寝るところからスタートするわけですよ、うん、当然、うん、家で寝て治んなかったら町のお医者さんに行って、でそれでもし例えばそのただの風邪で済まないような症状だったら大きな病院を紹介してもらってって、もちろん日本の病院にも紹介制度はありますけど、そうやって重症努力をしてどうしようもなかったら頼ってっていう仕組みがあって、で逆にそういうことをその一人一人の当たり前だと思っているからこそ、逆にスウェーデンでも結局その医療費が抑えられているわけですよ、うん、無駄にいかないから、うん、でもなんかその中途半端に安くてでも無料有料でもただでもないしでいう形でいくと、結局その、ね、お医者さんがそのいわゆるその、ね、サロンになっちゃうってことは、逆に言ったらその治療するっていうこと以外に結構コストもかかってしまうわけで、コストもかかるし、うん、本来治療を受けるべき人が受けられなくもなるしっていう、なんかそういう悪循環に結局なってしまうような、うん、その制度改革だったらやっぱり私は違うなっていうのを感じで、それがやっぱり一番大きいのは縦割りなんですよね、縦割り、医療は医療、福祉は福祉、これはこれっていうふうになってて、それをどこでの線でどうつなぐかっていう見方がやっぱりなかなかうまくいかないっていうのがあって、特に老人福祉の問題と、例えば、はい、仙台市だといわゆる公立案っていうのがありますよね、うん、あれがそういうお年寄りのこうなんていうか集まるサロンみたいな、うん、各地域町内会ごとぐらいにあるのかな、はい、ただあれも今なんか減らす方向だとかっていう話もちょっと減らすんですけど、うん、そういうじゃあその福祉の問題って言った時に、じゃあそれを医療のところに集中させないようにどういう政策をバランスで取って総合政策でやったらいいのかっていう考え方がちょっとできなくなっちゃってるんですよね、うん、一つは政治、多分な政治哲学なんかの理論であって、まあ、簡単な話なんですけど、例えばそのあれあるじゃないですか、保育園あって、そのあまりにちょっと結構仕事を遅れて、まあ、来る人が来て、それで罰金制度したんですよね、はいはい、そしたら減るかと思ったらむしろ増えちゃったと、うん、なんでかっていうと、そう、うん、多分言おうとすると思ったんですけど、まあ、その要するに遅れる権利をお金で買ってるんだ、そういう考えになっちゃうんで、だから今の日本の多分さっき その多分1割負担とか2割負担とかするぐらいだと思うんですけど、まあ、そういうことですよね、ある意味でお金払ってるからいいじゃん、来ていいでしょっていう、だってこういう話するとやっぱりどうしても制度の話とかになっちゃうんで、多分さっきの流れで言ったら、じゃあそのおじいちゃんおばあちゃんの交流サロンを我々がどうやって作るんだとか、そっちの話をした方がいいから、ね、結局そういう話しない限りいつまでたっても税金の使われ方の話にしかなんなくて、うん、それをそもそも保管するから NPO、NGO っていうのがあるんですよね、そうですよね、そういう話に持っていけるようにしていかなきゃいけないんだという感じがするんですが、一応ですね12時過ぎましたので、一旦ちょっと終了にしたいかなと思うんですが、今日ですねせっかくみずほさんに来ていただいたので、はい、選挙キャンプ等々も、はい、告知をしてほしいです。選挙キャンプが、1月の20日の月曜日に、はい、ハシタという仙台大町のカフェであります、はい、で今回は初めてホームページだけでしたっけ、はい、そうです、ホームページあるんです、選挙キャンプ仙台でフェイスブックページがあるんですけど、今回は、はい、横尾俊成さんという港区の議員さんを呼びます。博報堂を辞めて、うん、NPO 法人グリーンバード代表になって、そこから無所属で初出馬で
港区の議員に当選された32歳のすごく若くて生き生きした議員さんです。でその方が社会を変えるの始め方という本を出しまして、それの出版記念も兼ねて横尾さんをお招きして、選挙キャンプ開催します。で皆さん参加者の皆さんでいつもワイワイダイアログしてすごく楽しい場なので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。 Facebook ページがあります。よろしくお願いします。はい、もしかしたらコラボレーションあコラボレーションぜひお願いします、はい、する予定ですが、まあ、ちょっと後で、ね、はい、特別中継してもらって、ね、そうそうそう中継、ね、ただでも来てもらった方が絶対楽しいので、どうしても来れない人のためにユースト中継を今のところ計画してますけど、まあ、来てほしいので、あんまり早い段階からユーストの告知はしない。横尾さんもこう多分あの、はい、グループワークの中に参加すると思いますので、はい、ぜひお願いします。そうですね、はい、よろしくお願いします。他に政治選挙関連はそのイベントですね。はい、はい、そんな感じです。なんかね、同じなんかやっぱ似たような趣旨で、まあ、別々の路線でこう取り組みをしていて、やっぱりこう主催する人間が違うと集まる人も雰囲気もこう変わってくるので、仙台にいる人はぜひどっちにも参加してほしいなと、ね、思っております。あの平戸とか小谷さんとか、あ、皆さんもですよね、選挙キャンプは、ね、お邪魔します、はい、という、来ているものも今日はたくさん集まったので、はい、ぜひしばらく選挙ないんですけど、しばらく選挙ないんですけど、ぜひ政治に関する話をするっていうところに参加してほしいと思います。ということで、はい、あと2013年の、まあ、いろいろ振り返りっていう回だったんですが、何か言い残した人いますか？始まっちゃうって言っちゃうんですか？まあ、まあね、じゃあ終われなくなる、言い残したことはないということで、はい、じゃあ2014年ね、はい、2014年はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。結局もう政治家が運動はあるけど、ね、我々でできることをちょっと考えましょう。2014年はそういう年にしていきましょうということで、はい、じゃあ、はい、なんか祭り事からなんか新しいアクションを生み出すみたいなのを目標にしましょう。そんなでかいこと言っちゃって。でかいことなのかな、それでかいことでもなくね、逆にまだふわっとしてるから。ああ、そうそう、ふわっとしてる。何かゴールがあるといいね。なんかみんな厳しいね、今日は。ある意味ね、なんか希望だね。希望を忘れちゃいけない。やります、はい、絶対やります。希望やります。絶対やります。絶対やります。無関心層を減らせばいいだけど。そう、あ、そうだ。だから政治家にも我々もなんかこう、はい、否定するばっかりじゃなくて、はい、対案を出せとか、うんうんうん、自らのビジョン言えみたいな話をするから、うんうん、我々もこう政治家批判に終始せずに、そう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 、こう、むしろこうしていくべきなんじゃないかみたいな話がここでできると建設的でとてもいいよね。そういうの民間でやると意外と政策に反映されたりしますからね。だからもうその初めの例を出すみたいなつもりでいけばいいと。はい、ということで、はい、ということで、はい、来年もぜひ、よろしくお願いします。今日はあの年末のお忙しい中集まっていただいて本当にありがとうございます。ぜひあの来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お疲れ様でした。では、ありがとうございました。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。何人見てた？トータルで130人。おー、下げます。はい。